どうみさんこんにちは2023合格基礎講座行政法規第一回目の講義を始めてまいります担当いたしますはレクセン人講師の豊川と申しますどうかよろしくお願いいたしますはいそれでは講義を始めてまいりますで今回ですね合格基礎講座の行政法規ねまあ初回一回目ということで最初にですねまずちょっとガイダンス的なお話をしておきたいと思います でまずね使用する教材の確認ですねこちらまずこのテキストですね合格基礎テキスト2023行政法規ねこれを必ずご用意ください、ね、このテキストに沿って講義を行ってまいりますので、ね、このテキスト絶対忘れないでくださいねであとこちらねまあ足別って呼んでますけど足別行政法規の上汗とあと 下巻ですねこれはもう皆さんご存知のレックから出している過去文集ですけどこの足別につきましてはこれは基本的に読書用の教材っていうそういう位置づけです皆さんがご自分でやっていただくそういう位置づけですねただこの講座内でもですね場合によってはですねちょっと参照程度でねこの足別使う場合もありますのでちょっとねお手数かもしれませんけどあのこの足別もできればご用意していただければと思います基本は とにかくこの合格基礎的ですねここれこれというか基本的にはこれ1冊あればねこれ OK ですのでこれ絶対忘れないでください。よしですねでこの今ご覧いただいたこの合格基礎的ケースに沿ってね講義やっていくわけですけどもちょっとね中身ですねちょっと見てきますとどこでも OK ですけど例えばねこんな感じですね。もうすぐね皆さんに よいしょ。ご説明してまいりますけど、例えば今ね、これ2ページ上げたんですけども、うすでにこんな感じでね、私の方で皆さんに覚えていただきたい箇所を、このピンクのマーカーでお示しをしてます。いいですね。こちら。これ全部皆さんに覚えてほしいんですよ。または皆さん覚えなきゃいけないんですよ。<laughs> いいですね。で、まず最初にね、ご覧のように、ね、ここをマークしてね、私マークって言い方しますから、ね、この都道府県とか、 2条の都府県の区域にわたるとか、これマークしてね、というふうに申し上げますんで、ね、ちょっとお手数だと思うんですけど、皆さんの方に置かれましてもね、私がね、こうやって皆さんにお示ししてる、ね、この覚えてほしい、この箇所、あの、マークしていくようにしてください。ご自分のテキストに。いいですね。これ全部覚えますから。ね。で、この、ピン別に同じピンクのマーカーである必要ありません。 ね、あの,他の色でも構いませんしあのマーカーがねちょっと使いにくいって方は別にあの鉛筆でもボールペンでも何でもいいですとにかく覚えていただきたい箇所必ず皆さんにねこういう形でねご覧いただきますので必ず印はつけてってください印はえですね逆に言うと講義の聞きっぱ,聞きっぱなしあるいはテキストの読みっぱ,読みっぱなしこれ絶対ダメですね大事なのは形に残すってこといいですね もうとにかくこのテキスト中の大事なね知識皆さんに覚えていただきたい知識に関しましてはご覧のような形でねこうやってお示ししてきますからですね必ず形に残してってくださいマーカーである必要ありません鉛筆でもボールペンでも全然構いませんからアンダーライン引くだけでも構いませんからあとで皆さんがねこの合格基礎テキストをめくってねねこれ知識の確認をしようっていう時にねあここを覚えればいいんだなあここが大事なんだなそれがねちゃんとすぐ分かるように ね、形に残すっていうのが大事ですからいいです、ね、で結構ねもう, <laughs> もうこんな形でもうピンクピンクでねもうずっと延々と進めてきますで最初必ずね皆さんにねここマークしてくださいねって形でね必ず時間とりますからねまたもちろん必要に応じてね皆さんの方におかれましてはねあのパソコンなり DVD プレーヤープチッと止めてねあここマークするんだなって形でねそういう、ね、印つけてって頂い,いても構いませんけどできるだけ私の方でもあの時間取るようにいたしますので。 ただあんまりねあのマークするのに時間かけてたら私の方の解説講義の時間短くなっちゃいますのである程度私ポンポンしゃべりながらね皆さんにねここマークしてねとうう申し上げますから必要に応じてプチッとねパソコンになる DVD プレーヤーで止めるようにしてで必ずですね必ずですよマークはしてってくださいまた必要に応じて書き込み等もしてってくださいとにかく最終的にはねこの合格基礎テキストに覚えなきゃいけないそういう大事な知識をすべて 集約いいいたしますいいですねでね最後はこの合格基礎テキストねパラパラとめくっていけばあここを覚え,覚えればいいんだなこの法律の大事な知識これとこれとこれなんだなその確認がすぐできるようにするこれが大事ですからいいですね。であとこんな形でねずっとこの講義、ね、進めてまいりますけども、ね、こうやってマークしてねで必要に応じて解説も加えていきますけどこのテキストに沿って講義進めていきますけどなるはやって全14回。 この行政法規聞き終えてほしいんですよどういうことかというと中にはね皆さんの中にはねこの講義全14回聞き進めながら並行してこれ足別これもやっていくって方もね時々いらっしゃるんだけど私はねこれ基本的におすすめしないですちょっと効率がよくないやっぱりねまず全14回一通り聞いてね大事な知識頭に入れた上であとはもうひたすら本試験当日まで。 この足別を回す繰り返すっていう方が合理的なんですよ。ね。あと何よりもね、やっぱり一通り全部講義聞き終わった後に足別やる方が精神的にもね、ちょっとこうホッとしますよね。一応全体図は聞いたよ、全体図を見たよ。ね。足別やりながらだとね、やっぱ時間かかっちゃいます。足別のね、掲載問題数多いですよ。ね。だから講義聞きながら足別やるよりも、とりあえず全十四回一通り聞いた後はもうひたすら足別を繰り返してもらう。 これが私はよろしいと思っています。ぜひ皆さんもそういうふうにやってみてください。で、今度ちょっと足別の方をね、ちょっと開けますけども、こちらね、まあ、皆さんね、ご覧になられてると思いますけども、あの基本的に作りはね、あの、官邸理論と同じですけど、ただ官定理論と決定的に違うのが、まあ、行政法規当たり前ですけど、これは法律ですのでね。で、例えばね、これ、ちょっと待って、これ上巻ですけども、えー、例えば34ページなんかちょっと開けてみますよ。よいしょ。 こんな形で、これね、一番最初、これ都市計画法です。この後すぐこれ講義入っていきますけど、都市計画法の15条の2。ね、これ110番。で、その下、111番、ここから16条。都市計画法です。ともに、当然ね。こういう形で、条文ごとに、ね、この過去問で出た、ね、本試験で出た、この足を、ね、ここで分類して乗っけてます。これが、この足別行政法規の大きな特徴でもあるんですよ。 ね、この質材ねこの例えば110番見るとこの17っていうのが平成17年で6っていうのが6問目で5番っていうのがね5番目の足ってことね5番目の選択肢ってことねでこれこれ1個ですけどその下が111番これ16条これも平成12年2問目の2番目の足ってことなんですけどもこれやっぱりね同じ条文の問題であればセットでねこれ112番同じでしょこれも16条。 都市計画法16条の問題なんですけどセットで勉強した方が合理的じゃないですか。ね、したがってこれこの足別行政法規は条文ごと条文ごとにこうやって分類して、ね、当然出題された年度は違いますけどもセットで勉強できるようにそういうふうに作られてます。であと右側見ていただきますとこれねこれはも同じです鑑定論と同じくその足の重要度星3つでょあの、ね、あの表示してるんですね。一番大事なのが星3つ でその次が星2つ。で、ちょっと上上がっていただきますと星1個これが一番重要度が低いと。でご覧のように3段階でね重要度を示してるんですけどあの基本的にですね基本的には星3つと2つこれをしっかりとやってください。星1個は基本的に飛ばして構いません細かいです細かい。とにかく星3つと2つ。 これもしねもし余力があったら、ね、もう余力ある人だってあんまり私見たことも聞いたこともないんだけど、ね、もし余裕があったら星1個までやってみてください。で星1個はね基本的に飛ばしていいんだけどもしねちょっと時間があるしやってみようかなっていう方はねこれ星1個ぜひやってみてほしいんだけどその代わりねこれ星1個を頭に詰め込むのは直前期だけにしてください。 本試験直前だけ、いいですね。それ以前の、ね。時から星一個もやるっていうのは、ちょっと効率が悪いんですよ。いいですね。とにかく、基本は星三つと二つ。これはしっかりやって。で、もし直前期に。余裕があったら、星一個まで手を出して。もう、それはもう理屈抜きで覚えて。で、本試験会場に行って。もしその知識が出た。ね、あ、もしその問題が出たら、その知識を使って解けばいいんですよ。そういう形で。やってみてください。 ね、ただだ余裕がないいよって方がおそらく大半だろうと思いますもう私毎年このね受験指導やってますんでねもう皆さんからいろんなお声ね頂戴するんですけど結構大変ですよまた今日は1回目だから皆さんね「さ頑張るぞ!」って感じでね,こうねあのいられると思うんですけどだんだん回を追うごとにね「えまだ覚えんのまだこれも覚えんの?ね」ねそういうふうな形になってきますからだからなかなかね星1個まで実際にね手出すっていうのは難しい。だかからととにかく星3つと2つ ね、これはぜひ心がけてください。で、あと、もう一回戻りますよ。あとね、これ、作れこれ、理論と同じで、右側にね、それぞれの左側の足の、ね、問題の解説が上がっているという、そういうことなんですね。いいですね。で、ちょっとね、これ注意点申し上げておきたいんですけども、ね、これ、それぞれの解説ですね,ね。それぞれの足の解説の末尾に、テキスト P いくつっていうのが上がってますよね。P17 とか。 これ当然このテキストはこの合格基礎テキスト。これを指してます。いいですね。で、ぜひね、この一個一個の足をね、これ最後解説見て検討した後は必ずこのテキスト P いくつね、これを開いてください。合格基礎テキストを開いてください。でもうすでにその時にね、 この合格基礎講座の中で私がね皆さんにここマークしてねってもう印がついてあればねあここ無線講義でだったなって形で確認してくださいでもし印がついてなければね結構そういう問題も出てきます結構細かい問題も足別に載っけてありますからそういうのも結構出てきますけどもしこの講座内で触れてないしたがって合格基礎テキストにまだ印がついてなかったらご自分で印をつけてってください。 ね、そういう形でさっき言ったように全部の知識を合格基礎テキスト一冊に集約してほしいんですよ。ね。いろんな情報ね当然出てきますけど一つのツールに集約するっていうのが試験勉強の鉄則ですからいいですね必ずテキスト開けてくださいね。で印がついてれば OK 確認するだけで OK だけど印がついてなかったらねマークしたりあるいは場合によっては書き込みしたりしてとにかく合格基礎テキストに全部の知識を集約してってくださいいいですね。 であとねこのテキスト P いくつなんですけどもこれねうんとねこれそうですねちょっと見ていただきたいのがここ110番これテキストなしねこれ載ってませんね当然全部の知識ね合格基礎テキストに載っけることできませんから行政法規知識膨大ですし細かい知識問題も結構出ますんでねそういう問題ねそういう細かいものについて載ってますそれはこういう形で表示してますからですから一応ね ご理解ください。塗ってないな。ね。でも一応テキストのね、あの、それらしいところを開けて、ちょっと書き込みとかね、あるいは印をつけるとか、なんかそういうことをやっててほしいんですよ。ね。一応テキストなし。これは一応テキストに載ってないよっていうことですね。こちら。いいですかね。で、あとね、ちょっとページ飛びますけども、例えば、そうですね。53番ですね。50、ごめんなさい、53ページですね。53ページ。ね。こちらなんか見ていただきますと、結構ね、解説ですけども、 参照参照参照って出て出きますで、これは、例えばね、ちょっとこれを大きくしますよ。これ、百0ナンバー166の解説ですけど、これは、これ、仮想場です。ね、またして勉強しますけど、これ、都市計画法なんですけど、開発許可っていうところね、これ、大事な内容なんですけど、これ、仮想場、ね、については、このテキストに載っけてません。ただ、この P22、ね、合格基礎テキスト22ページに、これに関連する知識は載ってますよ。 それがこの3章の意味なんですよ、ね、これもそう,これもそう、ね、だから,ですからテキストにねそのまま過去問でね足別で聞かれている知識が載っていればテキスト P いくつって形で表示してある逆に全く載ってなければさっきご覧いただいたようにテキストなしという表示であるいはねその過去問で足別で聞かれている知識をストレートにテキストには載っけてはいないけどもその知識に関連する知識がテキストに載っている場合が この参章っていう形で表示してますから。いいですね。そういうことで、ご理解ください。よしですね。一応こんな作りです。結構ね、あの、まあ、テキストにね、のっけ、のっけてない知識ですね。細かい知識もね、結構足別にのっけてありますから。だから、時間かかります。これ。ね、で、この足別なんですけども、さっきも言いましたように、ね。この合格基礎講座全十四回、聞き終わった後、皆さんご自分で、ね。あの、順々に進めて、解き進めてってください。いいですね。 でこれ一応ね左のページですねこちらの問題文の方にこれねこれも理論と同じですけどもこれマスがあるんでねこれ丸とかバスとか印つけてっても構いませんしあるいは日付ですね中にはねあの受かった方の中には結構日付を書く方もいるんですよ。これ日付書き込んでいくとこのご自分の勉強の進捗ですね足別の勉強の進捗がすぐわかりますよね。結構日にちの間が空いてればあ サボってたなと。<laughs> 勉強できてなかったなと。これもね、もう一見したらすぐわかりますし。まあその辺は皆さんにお任せします。丸とか罰を書き込んでもいいし、日付を書き込んでもいいしで。とにかくね、この足別、徹底的にやり込んでみてください。で、一応ね、一応の目安なんだけど、五回。五回は本試験までに回してほしい。五回。で、五回て聞くと結構ね、いや、大変だなって皆さん思うでしょう。確かに大変ですよ。特にね、 一回目はね、時間かかります。どなたがやられてもね、仕事をお持ちでない方もね、やっぱりね、一回目はすごい時間かかるから、ね、まあ最低でも一ヶ月、仕事をお持ちの方であれば二ヶ月、場合によっては三ヶ月とか、一回目時間かかる。でも、二回目以降はね、結構ある程度ね、スピーディーに解き進めていくことができるようになります。で、全部を5回、全部の問題を5回やる必要はないです。特にね、 4回目5回目かな回回目5回目あたりの時はねもう何回やっても間違える問題だけやれば OK なんで、ね、だんだんそういうふうになってきますよ解ける問題と解けない問題だんだんねはっきりしてくるんでだから全部の問題をね5回やれってすぐじゃありませんからねでもやっぱりね3回くらいはね全部の問題もちろん星3つと2つですよ星1個はやんなくていいからね,ねこれやってほしいんですよやってほしい3回目ぐらいまでは全部のね足を問題をやってみてほしいですね で残りの4回目5回目は、ね、何回やっても間違える問題だけやってみてください。ですね、もちろんねあの合格者の中にはね1回とか2回回してそれで受かっちゃう方もいます。また逆に10回回して受かっていかれる方もいらっしゃいます。ね、これはも個人差がやっぱありますんで一概に言えないんでですよでもやっぱりうちからデックから担当を受かってた方たちにね後からヒアリングすると大体皆さん平均して5回ぐらい回してらっしゃる。 で、大体5回ぐらい回した方ってね、行政放棄がね、その年難しくても、かなりの高得点取って、80以上とか、中には90ぐらい取って、受かっていく方も決して珍しくないんですよ。それぐらい、この足別は威力あるから、いいですね。ぜひね、しっかりと、ね、取り組んでいってください。目安は5回、ですね。で、あと、一応目標点数ですね、行政放棄ね。一応目標点数。ね。あの、皆さんご存知の通り、官邸理論よりもね、 今、行政放棄の方がね、難しいんですよ。本試験問題、難しい。でも、一応の目標としてね、7割。ね、70点。従って、40問中の28問。ね、これをぜひ目標に、これから2023年の担当本試験に向けてやっていってください。いいですね。もう、常々、私申し上げますから、7割だよ。7割。いいですね。で、あの、令和4年の最新のね、本試験のデータですね。あの、合格,ラインあの合格点とか。 ね、各項目の平均点だとかあと合格率だとかその辺の最新のねあの令和4年の本試験データについては国交省のホームページの方をご覧いただきたいんですけどとにかくね行政放棄につきましては7割これを、ね、目標にまたこれを合言葉にこれから、まあ、1年間といいますかね2023年の担当本試験までね私は言い続けてまた皆さんにね皆さんと一緒にやっていきたいと思ってますのでぜひ行政放棄は7割をしゅする。ね あの理論元取れますから理論元取れるでも行政法規難しいけど7割いいですねこれを合言葉にやっていきましょうであと最後に1点、ね、これやっぱ行政法規を勉強する時の非常に大事なポイントであるんだけども理解はざっくりでいいです完璧に理解しようなんて無理、ね、またその必要もありませんいいですねだって行政法規全部で37もあるんですよ 全部について正確に理解して覚える絶対無理だし、そんな必要全くない。ね、この後また講義の中で触れてきますけど、取るべき法律はしっかりやる。また中には、切り捨てるべき法律もあるんですよ。やらない。やらない。ね、この後お話しますけど。ね、そういうものであるから。で、そういう法律もあるから、そういうのは切り捨てて、取るべき法律でしっかりと得点する。それやれば、7割は取れるんですよ。いいですね。で、 とにかく理解はざっくりでいいです。ね。正確な理解はできないし必要もない。その代わり暗記は正確にやってください。理解はざっくりでいい。正確でやる必要ない。ね。その代わり暗記は正確に。覚えるべき数字だとか、ね。覚えるべき知識は正確に覚えてないと問題解けませんから。そういうこと。いいですね。またこれもね、これから1年間、1年間というか2023年の担当本試験まで私ずっと言い続けていきますから、ね。とにかく 行政法規は7割を目標にするあともう一つが理解はざっくりでいいしかし暗記は正確にやるこれをずっと私言い続けていきますからもうおそらく皆さん最後はもう耳たこだよとおっしゃると思いますけど、ね、ぜひこれをねスローガンにまた合言葉にしてやっていこうと思いますどうかよろしくお願いいたしますまたこれね具体的なね中身につきましてまたそれぞれの歌詞でねまたいろいろお話していきますのでで一応このとこですねでちょっとテキストの方ねちょっと入っていきますですね で改めてちょっと合格基礎テキストこちらもうちょっとちっちゃう方がいいかなよいしょこちらの方ご用意くださいいいですかねこちら合格基礎テキストですねでこちらまあこんな端書きとかこんなのいいんでねあとこちらの本書の特徴これもねあとでね時間のある時に目を通していただければ OK で でね目次がずらずらね数が多いですでこの目次最後ですねこの32番不動産証券化関連法令ねこれで終わりますけどこれねページめくってみてください。するとこちらねここちょっとお話をしていきます。でまずこちらのページですね左側が向かって左側が出題法令 A 軍編って書いてあります。で向かって右側が B 軍編になっている。これ両者の違いって皆さん 一見してすぐお気づきになりますこれ一番上これもうちょっと今日はいいかなよいしょこれぐらいで見えますかねこれね過去10年間ねこれ年度です一応平成24年から令和3年まで令和3年までで令和4年のね最新のほやほや情報につきましては今年の、まあ、暮れですねえっ、ー、と,に、えー、とに2022年の暮れの担当総まとめ講座の中で触れますから。 ね、そこでまた令和4年のね情報についてはしっかり皆さんにあのレクチャーいたしますのでそこでまた押さえてみてくださいね一応このテキストですね一応令和3年までね情報を載っけてありますでこれ出題されたのが丸なんですよで見てもらうとね左側に縦にずらずらと法律名が上がってますけど全部丸ねってことはこの A 軍っていうのは毎年出題される法律ということでそれに対して B 軍は これ無縮になってますね従いましてこちらは年によって出たり出なかったりする法律ってことで全部合わせて A 軍と B 軍合わせると37の法律になるそういうことですねだから全部の法律がベターと出るわけじゃないんですよ当然大事なのはこっちですね前としている A 軍ですいいでしょこれ当たり前ですよねこちらまずは A 軍からしっかりやるということですねこれ是非ねあの意識をなさって くださいですね。あの B 軍からね力入れてやっていっちゃダメですよ。やっぱ A 軍ですよ。毎年出ますんで。ですね。でちょっとこれ大きくします。よいしょ。でここね縦にずらずらと法律名が上がってますけどまず一番上が都市計画法。ね。これがね5。5っていうのは出題数です。出題数。毎年都市計画法から5問も出るんですよ。ですね。 でその下が建築基準法これも同じです都市計画法と同じく5問出ます従ってこのたった2つの法律で10問ね言い換えると4分の140問中の4分の1がこの2つ時計と建機です時計と建ねから出るよ当然この2つはね非常に大事になってきますいいですねこんだけ出るんですよこんだけ出るねであと、 その下、今度上から3段目、土地覚醒法ですね。これ基本的に。いしょ2問出ますで、その下都市再開発法。これも基本的に2問出ます。で、ちょこっとね。コメントしておきますと。とここ最近ですね。あの、土地覚醒法と都市再開発法ね。これ、土地覚醒法が1問で、都市再開発後、都市再開発法が2問という年がありました。また、逆に都市再開発法が1問。 で、年隠する方法が2問という年もありました。ただ、基本は、ね、共に2問ずつ出るっていうふうに覚えといてください。いいですね。で、今度、またすらさらにスーッと降りてって、今度これ、これですね。不動産の鑑定評価に関する法律。これも毎年2問出ます。ね。これ、鑑定士とか、鑑定業者に関する、ね、法律です。これ、将来皆さん大きくかかってきますんで、皆さんにとってはちょっとこれ、怖い法律ですね。あの、宅建でいう宅建業法みたいな法律ですね、これね。 業者を縛る。ね。これ、鑑定書を縛る。そういう法律ですね。で、あとずっと下降りていってください。で、下2つ、これ、バッテンつけます。土地収容法、あと、不動産登記法。これは、基本的に飛ばしてください。さっき言ったように。全部の法律をベタっとやる必要ないです。ね。下から2段目の土地収容法。ね。これね、範囲が広いんですよ。広い。で、加えて、 構造が難しいです。で、それでいて、一問しか出ない。そういうこと。だから、費用対効果っていう観点から、土地収容法は基本的に飛ばしていいです。で、あと一番下。不動産登記法。これもそうです。これもそう。結構、細かい知識です。卓建でもね、不動産登記法って出ますよね。卓建レベルをはるかに超えてます。超えてる。かなり細かい条文の知識も平気で聞いてくるから。だから、やっぱり、費用対効果っていう観点から、 この不等法も基本的に飛ばしていいです。従いまして、この講座内でも基本的にはここは飛ばします。いいですね。ただ、さっき言ったように。ね。これやっぱりね、細かいけども。もし。直前です。直前に。ね。覚えていけそうな、さっき星一個の話しましたよね。星一個。ね、足別、三段、星三つで評価、あの。表示してんだよ。星一個は基本的にやらなくていいよ。ただ、星一個もね。 もしし直前に覚えてててて試験会場行行けたら行ってみてねっみねでしょうあれと同じなんですよ。この土地収容と法と不動産東京も基本はやらなくていいです。基本は飛ばしていいです。勉強しなくていい。ただ、本試験直前にね、いくつか、本当にアットランダムにね、なんか知識覚えて、それで本試験会場行けそうだったら、それで行ってください。もしその知識が出れば問題解けるわけだから。ただ、普段はやらなくていいです。普段やらなくていい。で、そのね、アットランダムにね、ちょっとこれ、ね、 覚えられりだったら覚え,覚えてねっていう知識を年末のね今年の年末の2022年の暮れの担当総まとめ講座の中で私取り上げますからその時にこの土地収容法と不動産登記法ねこれ覚えられりさの知識だけちょっと軽く印つけといてで本試験直前ね頭詰め込んで本試験解除行ってみてくださいそういう形で OK ですいいですねだから普段は基本的にやらなくていいですね やっぱりこれ、費用対効果っていう観点から。ただ、いくつかね、覚えられそうな知識、私の方でピックアップして、担当総務め講座の時に、それを皆さんの方にお示ししますから。ね。それをちょっと、ね。あれ、取っといて、ね。本試験直前詰め込んで、本試験会場行くようにしてみてください。でね、皆さんの中で土地収容法の知識、これね、もうすでに知ってるよって方ほとんどいらっしゃらないと思います。いいですね。 だけど、不当法、これ結構皆さんの中でね、卓研をやり直、ね、す方ね、少なくないと思いますし、他の国家試験でもね、不当法やっている方は結構いらっしゃるかと思うんですけど、さっき言ったように、宅研とかのね、レベルはるかに超えた、ね、あの、細かい問題出ます。でもね、一応皆さんがね、卓研とか、他の国家試験で不当法を勉強したいよっていう場合は、その知識は大事にしといてください。もちろん忘れる必要、頭から消す必要なんか全くないでしょ。ただ、気をつけてほしいのが、 で宅研等でやった不等法の知識に加えて行政法規特有の不等法の知識を覚える必要はないよってことそれはやらないでくださいってことですねやっぱ費用対効果って観点から非常にね良くないんですよ、ね、だから宅研等でやった知識だけは大事に取っといてくださいねそれでもしさっき言ったように直前にねちょっとこれ詰め込めそうだなっていう不等法の知識があればね ね、そ,れそう求め構図でお示ししますからそれがあれば詰め込んで試験会場行くとそういう形で取ってみてください。いいですね。じゃあ次で今度右のページいきますよあと下のねこの米印のとここれお読みになっておいてくださいねで今度右の B 群です B 群これは虫食い式ですねでここはねまず一番下先に見ちゃいます米印のとこです。で都市緑地法と景観法これはどちらか一方が出るよってことでこれ何言ってるかというと この表上から一番上と上から2段目見てください都市緑地法と景観法これ見ていただくとこれ交互になってるでしょ一方が出ると他方がお休み他方が出ると一方がお休みね都市緑地法が出ると景観法お休みずっとそういうパターンだったんですよ、ね、ところが令和2年と3年、ね、これ両方同時に出ましたでも基本的にはね基本的にはこれどちらか一方が出るっていう形で一応頭入れといてください もちろんね、2023年に向けては両方ともしっかりやります。これ、講義の中でも皆さんにしっかりとね、お伝えしますから、両方しっかりやる。ね、ただ一応、基本的にはどちらか一方が出る。そういうね、パターンの法律だな。これはちょっとね、予備知識として持っといてください。あと、他にもあるんですよ。これ、えーとね、道路法と河川法等です。これも同じなんですよ。これもちょっと上戻っていただくと、これですね、道路法と河川法等。これもやっぱり一方が出ると、他方がお休み。他方が出ると、一方お休みでしょ。 こういう形で。出てます。面白いでしょ。道路法と河川法ですね。これ等っていうのは他ね。あの海岸法とこういう水面埋め立て法っていうのがあってね。それらひっくるめて河川法等って形で表現してます。だからこれここだけで3つの法律があるんですよ。<laughs> 河川法等で <laughs> ね。で、もう一回下持ってみますよ。で、あとね。もう一つ自然公園法と自然環境保全法。これも同じです。これも同じで、これもちょっと上の表戻ってもらうとここですね。 やっぱり自然公園法が出ると自然環境保全法がお休み。自然環境保全法が出ると自然公園法お休みってことでね。でも当然ね、さっきの上の道路法、河川法等と、ね、あと自然公園法、自然環境保全法等も、ね、これもさっき上で申し上げた都市力士法、景観法と同じく、両方ともやっておきますからね。講義でガッチリやりますから。ですね。もうどっちが出ても大丈夫のように。ね、あの下手な予想とかは基本的にいたしません。ね、これは取るべき法律なんですよ。 ですからさっき申し上げたようにがっちりと準備して出、ね、たらがっちり取れるように、ね、しっかりと備えておくとこれが大事ですから。でですね一応こんなところです。面白いでしょこれね結構特徴ありますね行政法規ってねで次今度裏めくってくださいこちらでこちらここでねちょっとちっちゃくしますよ参考資料の1、ね、これが載ってます。でねこれ行政法規で頻繁に出てくる言葉 のイメージこれを乗っけましたあくまでもイメージですイメージ正確な定義ではありません正確な意味ではありませんイメージですでねさっきね私ね行政法規はね、理解ざっくりでいいよその代わり暗記は正確にね申し上げたね。それとつながってくるんですけども行政法規ねこれからいろんな知識勉強してきますけどもぜひねこの制度はこの規定はこういうイメージなのかな 具体的にはこういうケースを想定してるのかな。そういう形でね、ぜひこのイメージ、あるいは具体例ですね。こういうのをね、ぜひ意識するようにしてみてください。いいですね。これが大事なんですよ。イメージ。イメージ。だから例えばこの後すぐやってきますけど、純都市計画区域っていうのが出てきます。都市計画法で。純都市計画区域。この後すぐ都市計画法でやりますけど、これはね、イメージとしては山の 麓のインンターチェンジなんですよこんな具合で。ですね。これを覚えとくと、いろんな、この、純都市計画区域に関する知識が頭に入っていくるんですよ。入ってくるっていうか、入れやすくなる。これが大事なんですよ。ね。純都市計画区域は、こうこう、こういうもんであるって、こう、四角四面なね、あの、知識で頭に入れてたって何の意味もない。だって、問題解けなかったら意味ないわけでしょ、勉強って。ね。だから、問題解けれるようになるためにはね、 そういういろんな難しい言葉については、イメージに置き換えていくんですよ。すると、そのイメージを使って知識と知識をつなぎ合わせて、丸とかバス。これが判断できれば OK なんですよ。そういうこと。だから、戻りますよ。ここもね、イメージ。ね。これ、乗っけてありますんで。で、これはね、まだ勉強の合間でいいです。これ別にね、あの、今、ね、この後すぐ、あの、じーっと眺めて、一個一個覚えてこうなんて、そんなことやる必要ありませんから。 ね、逆に言うと、いや、いやでもね、この後もうね、頻繁に出てくる言葉なんですだからこれ頻繁なんですよ。本当にね、またかまたかそんな感じで出てくるから。ですね。だから心配しなくていいです。で、出てきたら、それぞれの歌詞で出てきたら、ここのページ、参考資料の1のこのページに戻ったらいいですよ。そういう形で。ね。で、ちょっとまず丸一から見ておきますよ。まず、広告とは、これ出てきます。広告。ですね。とは、官報。ね。これ知ってる方多いでしょう。 ね。これ、国の政府の出す新聞です。ね。官報って。ね。これ。で、あと、新聞。これ、一般書を指します。ね。新聞に載っける。で、官報に載っける。新聞に載っける。これ、全部、広告です。広告。で、あと、他にも、これ、広報っていうのがあるんですよ。これ、皆さんご存知ですかね。これはね、国じゃなくて、地方公共団体です。これが、まあ、官報に準じて発行しているもの。これに載っける。掲載する。これもやっぱり広告です。で、あと、最近は、どの地方公共団体もね、大体ホームページ持ってますよね。 だからインターネットへの掲載。これもやっぱり広告に当たります。ね、これ。で、あと、これですね、最後。これ一番古典的なやつですね。市町村役場。地元のね、市町村役場の掲示板へ。ね、貼る。ね、掲示する。これもね、広告です。これ一番古典的ですね。これ広告。ですね。要するに、一言で言えば、これ何世間に発表するってこと。そういうこと。で、これが広告だよ。だから、公に告げるって書きます。 で,す、ね、で次で今度丸にこれがもうちょっと o きよくいいかなこれが従覧「銃乱」です銃乱でこれはね観光庁お役所ですなどが広く情報を住民、ね、あるいは国民に見せる場合これを「銃乱」っていいますでその逆が「閲覧」です閲覧とは利害関係者、ね、例えば住民、ね、一定の住民から観光庁役所などに請求をするんですよでね情報を見せてもらうと。 これを閲覧って言ってます。だから逆ですよね。従覧と閲覧。従覧は役所が見せる。ね。で、閲覧は逆に住民が請求する。見せろね。そんなイメージです。で、一応これが一般的な意味における従覧と閲覧。でね、このすぐ下に米印上がってます。これはね、地方税法です。地方税法における従覧と閲覧の意味です。ね。これちょっと上のね、一般的な意味とはちょっと違うんですよ。で、これまたね、あの、地方税法の時にね、 あの、見ていただければき、OK、いです、これ。ね。後でご覧になっておいてください。これ、将来皆さんね、鑑定士、ね、お仕事をしていく上で、当然ね、この辺、あの、関わってきますからね。ですね。で、次。で、今度、丸三こっちが大事ですね。丸三許可、認可、承認、届け出。ね、この4つ。これもね、頻繁に今後、いろんな法律で顔を出します。で、まず、 ちょっと強調しますけど、たった今、たった今です。たった今、覚えてほしいのが、まず、各個字の許可です。許可。これは、見てください。他の3つと違って、原則禁止なんですよ。やっちゃダメだよなんですよ。で、これを、例外と、例外的に解くのを、許可って言ってます。許可。原則禁止。やっちゃダメ。で、例外的にやっていいよ。それを、法律的に、許可って呼ぶんですよ。 で具体例がこれですね車の免許あるいは医師免許共にねこれ一般的には免許免許って言ってますけど法律上は許許可可です許可どうしてかというとこれ免許持ってなかったら車の運転やっちゃダメでしょ原則禁止ですよねでも例外的にやっていいよだから許可こっちもそうねこれ医師免許持ってない人は治療行為やっちゃダメでしょ原則禁止でも例外的にやっていいよだから許可そういうことねこれ一番厳しいですちょっとこれ収集つけた方がいいな ですね、許可原則禁止です一番規制が厳ししいいと思っって,てください、ね、下に載っけましたかっこ,いいこれが一番規制厳しいよこれはたった今覚えちゃってですね大事な下になってきますからねこれであと2番目3番目認可と承認これはね目印見てくださいこれ規制のレベルとしては中間と思ってください認可と承認ともに原則 OK ですね で、それについて、後からお役所がお墨付きを与えると。そんなイメージですね。これが認可、また承認です。で、両者の違いって一応こ,こに載っけたんですけど、法律行為に対する同意が認可。で、事実行為に対する同意が承認というふうに、一般的にはね、まあ専門書にも書いてあるけど、ただこれね、法律行為とか事実行為とか、これ民法ですね。論文の。民法をやらないとなかなかイメージ持ってないと思います。また、行政法規のね、問題解く上で別にこれそんなにね、 あの絶対覚えておかなきゃいけないってことでもありませんから一応まあこういう視点でちょっと違うのかなちょっと違うのかな、ね、これだけ頭に入れておけばいいです共に原則 OK ですですねで最後4番届け出これ一番規制が緩いですねもう言葉からして皆さん何となくその辺のイメージ持てるでしょ監督官庁への通知、ね、例えば簡単な身近な例で言うと婚姻届けとかイメージしてみてくださいそんな感じで,で,ですねこれ通知するねこれ届け出って言いますで,ですね4つ4つ この後この4つ、頻繁に顔を出します。とにかく、規制が一番厳しいのが許可。原則禁止。ね。これはしっかりと、たった今、頭に入れてしまってください。で、あと、今度4番目、えー、っと、これ、勧告と命令。これもね、まあ、これはたった今とは言いません。<laughs> たった今とは言わないけど、これ、おいおい覚えててください。これも大事な言葉です。で、勧告。これは法的強制力がありません。したがって、違反しても罰則がないんですよ。これを、 韓国って言います。韓国。よく聞くでしょね、避難韓国とか。で、それに対して命令。これ、法的強制力ありです。もう言葉からしてね、そんなイメージ持ってますよね。命令って。ね。で、従って当然、これ違反すると罰則あります。だから罰則の有無です。ここに大きくその差が現れるんですよ。韓国と命令の違い。いいですね。これもぜひね、しっかりと覚えておいてください。ね。だから勧告、避難韓国 こっちは韓国だから、ね、違反しても罰則ない。避難命令。これ、ね。強制力あるから、違反した場合罰則。まあ、こんなイメージですね。で、最後、えっ、ー、とね、丸五ですがこれはね。あの、まあ、一回頭通せばいいですね。政令指定都市とか中核市とか。ね、これ人口が違うんですね。政令指定都市。ね、これも、あの、インターネットで調べると、いろんなね、市が出てきますね。これいっぱい出てきます。で、これは人口五十万以上です。 で、これはね、都道府県から広範囲な事務以上を受けるってことで、これ結局、レベルが、ね、これ、例えば市であっても、例えば横浜市のとかですね、であっても、神奈川県と同格ってことですよ。そういうこと。広範囲な権限、これ受けますから、都道府県から。ね。それだけ人口が多い、ね。そういうとこです。こういうのを政令指定都市って言いますね。あと20万以上、こういうのを中核市って言います。ね。で、こちらについてはね、 これ、事務以上受ける範囲はね、政令指定都市よりも狭いよってことでね。とにかく政令指定都市ときたらもうね、都道府県と同格ですよ。同格。ね。人口50万以上。ね。これはちょっと軽くね、頭入れといてください。あんまりそんなにね、あの、見直す必要もないですけどね。ちょっと人口が違うな。これはちょっと知っておいてくださいね。以上、以上ですね。こんな形で頻繁に出てくる言葉のイメージ。ね。これを皆さんにご覧いただきました。で、ここでちょっと一息入れます。 はいそれでは第2ユニットに参りましょうでちょっとね前のページお戻りくださいちょっとやっぱりね触れときますねよいしょさっきねご覧いただいた B 群編のページですこちらでさっきちょっと説明ねあのしてないんですけどもちょっとこの法律名ですずっと下降りてっていただきたいんですけど一応これもねちょっとこういう扱いですねいたしますしたよ これ資産の流動化に関する法律不動産特定共同事業法あと投資信託及び投資法人に関する法律でいきました金融商品取引法4つともこれいわゆる不動産証券化関連法令って言ってます。言ってますねでこれ見ていただくとね出てるんですよ。出てるこれも。だからねこんな形でねほぼほぼ。 特にこの下から二段目の答申法ってね、略して呼んでますけど、答申法のほとんど出てるんですよ、毎年。だから、その意味では、これさっきの左の英軍と同じようなね、特徴は持ってるけども。やっぱり、これもね、ちょっと思い切ってね。これにいたします。罰。ですね。基本的に。これ飛ばします。この講座内でも。また、皆さんの普段の勉強に置かれましても、基本的にこの四つ。 不動産証券化関連法令。これは飛ばしてください。飛ばしてくださいね。こちらやっぱりね。費用対効果ですね。費用対効果を考えると、さっきの左の土地収用法。そして不動産登記法。これと同じような特徴なんですよ。ね、やっぱり結構細かい。あと、特にこの証券化関連法令ですね。これやっぱ専門性も高いです。 もちろん、将来皆さんがね、鑑定士としてお仕事をやっていく上で、非常にね、これ大事な知識にはなってくるけども、現時点ではとにかくね、担当に受かるのが最優先ですから、試験対策っていう観点から行けば、当然やっぱり費用対効果は無視できません。その観点から行くと、やっぱり、土地収容法と不当法、ね、これとやっぱこういうね、同じような特徴を持ってるってことで、基本的には飛ばしていいです。ただこれも、さっきね、こちら、 土地収容法不動産東京のところでも申し上げたいように担当総まとめでね担当総まとめ講座の中でね,ねあの覚えられるような知識これをいくつかピックアップして皆さんの方にねあのお示ししますからそれだけとりあえず覚えてで来年の,あの本試験ですね時はその知識だけ覚えて会場に行っていただければよろしいというふうにいたしたいと思います。正直若干ね私もねここ毎年出るけどこれねどうするかなってやっぱり毎年悩むんですけどやっぱりね 費用対効果ですね。費用対効果を考えると、基本は飛ばした方がいいな。で、直前に詰め込んで、それで試験会場に行こうが絶対に得策だな。そういうふうに判断いたしましたんで、一応ね、ここ、罰ということにいたします。従って、一応ね、これ罰で行くと3つ。土地収容法、不動産登記法、そして、不動産証券化関連法令3つ。ね、一応私これ毎年ね、あの裏三兄弟って呼んでるんですよ。裏三兄弟。表じゃなくて裏。もう基本的にやんなくていいよ。 ただ今言いましたように、このね、不動産証券化管理法で、私、これ、毎年一応悩むんですよ。悩むけども、出てるから。でもやっぱりね、これは、ね、普段の勉強では飛ばした方が、ね、他の法律までいっぱいありますから、ね、そちらの方が、ぜひ皆さん、ね、やっていただきたいということで、そういうふうに判断いたしました。ぜひ、ご理解ください。ね。じゃあ、ちょっと戻りますよ。で、今度、こちら、参考資料の2です。ね、こちら見てください。 でこれはねこれ法律名が3つ並んでるって皆さんお気づきになります土地区画整理法都市再開発法あとマンションの建て替え等の円滑化に関する法律ってことで3つ3つ、ね、またこれそれぞれの歌詞でね詳しくお話をいたしますけどもこれいわゆる手続き法なんですよこれ,これじゃあちょっとねここでね軽くお話をしておきますよ。 手続き法、ね、でそのすぐ下これがそれぞれ3つの、ね、この法律の手続きの流れを示してるんですよ。もちろんざっくりですよざっっくくりりでですすよ大まかな流れです一番左側が都市閣整理法で右側が都市再開発法で一番右側が、ね、このちょっと略してますけど円滑化法このマンションの建て替え等の円滑化に関する法律これ私略して円滑化法って呼んでますけど3つ。ね これ私ちなみに手続き三兄弟って呼んでます。もう勝手にね、名前つけるんだ私好きなんでね、手続き三兄弟。手続き法です。で、またそれぞれね、詳しい内容はそれぞれの歌詞でお話しますけど、まずここで頭を軽く入れて,入れておいていただきたいのが、この手続き法にあっては、この手続きの流れ。これが大事なんですよ。これ矢印で、ね、なっているでしょ。上から下に時間が流れていくと思ってください。これ時系列になっているんですよ。時系列になっていて、上から下に時間が で見ていただくとねこれ一番最初がじ事業計画って言ってねまだその時やりますけどこれ大まかなプランです、ね、これ同じでしょ3つともまずこれを決めるんですよ大まかなプランねこのそれぞれの事業ので2番目が完治計画で右2つが権利返還計画ってことで名前はちょっと違ってますけどでもね意味はこれ3つとも同じなんですよこれは具体的なプランです具体的なプランであと3番目4番目 ご覧のに流れになっている、ね、これとにかく手続き法にあってはこの手続きの流れこれを頭にしっかり入れるのが一番勉強のやり方として合理的だからこの3つの法律ですね3つの法律ねこれねこのテキストの中で並べているんですよちょっと目次の方をご覧くださいよいしょこちらね目次の一番最初ですで都市計画法から始まるんですけど都市計画法建築基準法そしてこっから見てください 三、四、五。5ね。今ご覧いただいた都市各整理法。都市再開発法。で、円滑化法。ね。手続き三兄弟。ここに持ってきてます。これセットで勉強するのが合理的だから。いいですね。で、一番目の都市計画法。さっきご覧いただいたように5問出ます。五問。で、二番目の建築基準法。これもさっきご覧いただいたように5問出ます。二つで10問。で、 3番目、4番目、5番目。ここに手続き三兄弟が来る。結構、突っ込んだ勉強をやらないと。この手続き三兄弟。なかなか物にできないんですよ。手続きの流れがあるから。一個一個の知識をね、こう、つまみ食いで勉強して、はい、終わりってわけはいかないんですよ。逆にそういう法律も結構あるんですよ。この後の B 群です。 年によって出たり出なかったりする法律なんかはもう手続きのそんな関係当然関係ありませんからねでその知識だけつまみ食いで覚えればそれで簡単に正解できた法律も結構ありますでもこの手続き三兄弟はそうはいかない手続きの流れこれはまずしっかり頭に入れた上でそれぞれの手続きに位置する知識を頭に入れなきゃいけないからだから結論から言うと この一番目の都市計画法からこの五番目の円滑化法までここまででほぼほぼねこの合格基礎講座の半分の時間を費やすというふうにご理解くださいだいたい毎年ね全14回のうち7回からだいたいちょっとはみ出すぐらいがこの5つの法律の説明に使えますからいいですねそれぐらいボリュームがあるつまみ食いに適さないんですよ そういういことだから逆に言うとここはがっちり取り組まなきゃダメ。つまみ食いであると失敗します。全然得点できません。いいですね。またその時お話しますから、ね。で、戻りますよ。参考資料の2年。こちら。で、これがね、手続きの流れ。またその時やりますから。それぞれの法律で。とにかく、基本的になんか流れになんか似てるな。ね。このイメージ、ちょっと軽く頭の片隅に留めておいてください。で、あと、今度その下。 これもやっぱりこの手続き三兄弟ですね。の中の、これ組合施工って言います。ね。これそれぞれ組合を作って、この都市核整理法、都市再開発法、あと円滑化法、これそれぞれの事業を遂行していくんですよ。これいうのを組合施工って言って、これまた詳しくはそれぞれの歌詞でやりますけども、この組合施工の知識を比較整理した表なんですよ。一番左側が当然都市核整理法。で、二番目が都市再開発法。で、一番右側が これが円滑化法、ね。で、これ、大事なところは全部、もうちょっとお経がいいかな。四角で囲ってますから。最後はこれ空欄にしても、皆さん埋められるぐらいにしてってください。そういうこと。<laughs> いいですね。またそれぞれの時やりますから。ね。この表も使いますよ。ですから、もう参考資料のに開けてねって私が申し上げたら、すぐね、このページピッと。 開けられるようにしといていいくださいこの手続き三教でやるときはこのね参考資料ののこのページ頻繁に使いますからですねこれ覚えますからね最後 <laughs> だから大変なんだってねもう膨大ですよ本当に行政法規ね覚えるべき知識は膨大ですからねその中で私の方で優先順位をつけてねこれ覚えてねこれは切り捨てていいよこれは絶対押さえてねいやこれはもう全然無視していいよそういう形で メリハリをつけて皆さんの方にお示しをしていきます。ですね。これが行政法規勉強する上で本当に大事なポイントです。メリハリってこと。メリハリ。全部をベタってやったらダメですよ。で実際ね、これやっぱり私ももう十四五年ですかねこの行政法規の指導をやってるんですけど、やっぱねこのも本試験問題見てと思うのがやっぱりこの試験問題を通じて皆さんの事務処理能力も試してますね。 試してる、ね、もうただもうやみくもにねもう最初からベタベタと勉強していく人は受からないですねやっぱり瞬時に見極めるポイントがどこにあってこれは抑えるべきかあるいはこれは後回しにしていいか瞬時にその辺の見極めができる人をやっぱり選抜してるなっていうのは私ずっとねあの本試験問題みたいで感じるんですよいいですねでもちろんこの行政法規の知識皆さんが将来鑑定士におなりの時全部使うんですよ必ず必要になる ね、でそれプラスやっぱりこの本試験問題を通じてその知識だけじゃなくて皆さんのその辺の事務処理能力も間違いなく試しているってことは言えますからだからこれから勉強をねどんどん中身進めていきますけども大変だな辛いなと思う時はねいやこれ全部将来自分のためになるんだそう思ってそう言い聞かせてぜひこの行政法規の勉強進めていってください。ですね全部皆さんご自分のためです。ね、またそれを試してますから。 知識も、事務処理能力も、全部試してる。ですね。ね、ぜひ頑張って、ね、やっていきましょう。一応こんなところです。これがまあね、随分喋りましたけども、ね、一応まあ。ね、最初の、まあ、ガイダンス的なお話になります。結構中身もね、お話し,しました。で、この後ですね、いよいよ、中身に入ってまいります。で。こちら、このね、参考資料の二のページめくってください。いよいよ、具体的に中身入っていきましょう。都市計画法です。 ね、一ページ開けてください当然英軍です毎年5問出るよってことででねさっきも申し上げた通り先にね皆さんに覚えていただきたいところをマークしていきますからここねちょっと印をつけてってくださいおいしょですねこれ左側これ側柱って言いますねこれねこれが本文ねちょっとこんな形でちょっと一回ちっちゃくしますよこれねこれがここが本文でこれ左側側柱って言って で、このページはないですけど、この下がこれ、脚注って言い方します。本文、即中、脚注ね。これ。ね。ホームページはこうね、ここは脚注ありませんけど、次のページからね、これ、脚注が出てきますから。こんな形で、これ、脚注って言い方しますから。ね。で、まずここですね。ここはとにかく、そこは即中だけです。このコメント欄、ちょっとね、またもう一回改めて大きくしますねちょっとね、印だけつけていってください。ですね。適のプチッと止めてくださいね。パソコンになる DVD プレイヤーね。 あとに行きますよあと行きましたい,いですねこちらちらででょょっっと入っていきましょうでこの都市計画法なんですけどもねここの全体像ですねこれだけ最初見ご覧になってもね何のことかなーって感じだと思いますんで側中のコメント欄ここから行きますで都市計画法は計画的なまちづくりこれを目的とする法律ですこれを覚えちゃってください計画的なまちづくり目的言い換えると 乱開発を規制するってこと。乱開発っていうのはどういうことかというと、むやみやたらと道路とか公園とか学校とか病院をね、作らないってこと。これを乱開発の規制って言います。これを目的とするのが都市計画法です。で、これを捉えて計画的な街づくりって言ってます。これは頭に入れておいてください。ですね。とにかくね、この後都市計画法を勉強していくと、とにかくて当たり前ですけど、この 計画的なまちづくり、ね、言い換えると乱開発の規制いいう観点からいろんな条文を設けてますだからそれぞれの条文ねあの見るときはこのね目的都市あ,あそういえば都市計画法って計画的なまちづくりだったな乱開発を規制する法律だったなそういう視点からそれぞれの条文だとか規定だとか制度を見ると、ね、それぞれの意味が理解できますからいいですねで次 で、計画的なまちづくりのためには、まず最初、まず、まず丸一ね。第一段階ね。まちづくりの場所を決めると。ね。場所を決めなかったら、話はすみませんから。まずまちづくりの場所を決める。で、この場所を、都市計画区域って言います。これを覚えちゃってください。この後頻繁に出てきます。ね。この計画的なちづく、ちづくりをしていく場所。これを、都市計画区域って言います。ですね。これ一番目。 で、今度2番目。場所を決めたら、今度ちづくりのプランを決める。ね。どんな街にするのか。ね。純粋な住宅街にするのか。あるいは商業の街にするのか。あるいは工場地帯にするのか。そういうこと。ね。で、このちづくりのプラン。これを都市計画って言います。これ覚えちゃってください。この言葉もこの後頻繁に顔出します。いいですね。都市計画ときたら、ちづくりのプランです。プラン。ですね。いろんな種類があります。またそれぞれその時やりますから。 で、今度最後、最後、3番目ね。で、丸3。街づくりのプランを決めても。ね、街づくりのプランってのは、これ、上で見たい。都市計画ね。を決めても、それに反することを安や々すやすと認めたんでは意味がないと。ね、結局、この乱開発の規制。計画的なちづくりって目的達成できませんね。従って、最後、3番目。ね。そこで、ちづくりのプラン。ね、都市計画に反することをさせないようにする必要があると。そのための制度が、これ。 まず一つが開発行為の制限。ね。これ開発行為って言います。ね。皆さんの中で宅建をおやりになった方はこれね、もうご存知ですね。もう宅建でやっとでやりますね。都市計画法ときたら。開発行為。まずこれ一つ。で、これは土地計です。土地関係です。ね。これまたその時やりますけど、開発行為って簡単に言うと造成工事なんですよ。だから、土地。土地。ですね。で、あと、今度二つ目ね。ちづくりのプランに反することをさせないための二つ目の制度が、これが、 都市計画事業制限って言います。都市計画事業制限。これはね、あの、よく専門書なんか見ると、もの、ものづくりって言葉で表現してるんだけど、これ、ものづくりってちょっとイメージ持ちにくかったら、道路とか建物などをね、作っていく。ね。土地の上です。土地の上に道路とか建物だとか、作っていく。これをものづくりっていうふうに表現してますんで、これでちょっとイメージ持ってみてください。ね。とにかく最後、3番目の、町づくりのプラン。 都市計画に反することをさせないための制度が一つ,つが土地系の開発行為二つ目がものづくり系の都市計画事業制限そういうこと、ね、これも頭入れといてください、ね、でちょっとここで印つけますけども「土地とものづくり」これはこの後都市計画法を勉強する時の大きな、ね、大事な視点になります視点になる着眼点です ね、土地かものづくりか土地かものづくりかいいですねこの後都市計画を結構ボリュームあります当然毎年5問も出るくらいだから都市計画法でボリュームあるんだけどね土地かなものづくりかな、ね、どっちの知識かなこの視点で見ていくと結構きれいに頭の中整理できますからこの着眼点、ね、これは押さえといてください土地かものづくりかいいですねで以上を踏まえてこのページねよいしょ 今度本文の方に行きますよここね図が <laughs> ねやっと最後ここに来ましたけど、ね、これ見ていただくとまずこれ一番左側縦にね都市計画区域って書いてありますここちょっとピンと大丈夫かなですねこれがさっきご覧いただいたこれです丸1ですまちづくりの場所都市計画区域これでしょこれが一番目ですねで二番目が まちづくりのプラン、都市計画だった。それがここです。ちょっと入るかな。よいしょ。ちょっとちっちゃくしますよ。それがね、これです。よいしょ。ですね。で、これが丸に都市計画を指しているよっていうこと。すると、皆さんお気づきの通り、最後これが丸三です。これがよいしょ。ごめんなさい。ちょっと私ごめんなさい。私左利きなんでちょっとね。 時々こう字が隠れちゃいますけど申し訳ないですちょっとねこれ 3, 最後3番目ねでちょっと大きくしますよで開発行為さっきやりましたねこれは土地です土地ですねでしょするともう一個は都市計画事業政権これはものづくりいいですね こういう分類だよってことで。こうやって見ると、都市計画法って範囲がね、広いですけど、一応3つに対別できるよってことで、ね、こういう整理になります。いかがでしょうね、これが全体像。ね。で、さらに進めていきますよ。で、今度2ページです。合格基礎テキストの、よい二2ページ開けてください。こちら。ね、こちらさっきもね、 一回ご覧いただきましたけどまた先にねちょっとマークしていただきたいんでちょっと大きくしますねよいしょこれぐらいで見えますかね先にねまたちょっとマークをしていってください、ね、あと下いきますよ、ね、あと一番下ですねで今度は側中いきますでこちらこれはちょっと大きくしないと皆さん見えないですねよいしょちょっとピントがねですねで下いきますよ これで見えますかね。で、下行きますよ。いいですね。で、さらに、その側中、一番下行きますよ。こちら。で、このページ、客中はいいです。ね。また後でお話しはいたしますけども、特にマークまでいいです。で、今度右のページ、これも一気にやっちゃいます。右の3ページですね。まず本文からいきます。マークしちゃってください。これぐらいで見えますかね。ですね。で、下行きますよ。ここはいいです。 はね。で、今度は側中いきますこれちょっと大きくしてないと皆さんごめんなさい見えないですねよいしょですね。側中のプラスアルファで、さらに側中ずっと下降りてってコメント欄ですねこの二つこれでねマークしていただくのこれで終わりですじゃあちょっと左の二ページを戻りくださいここから見ていきましょうよいしょまず本文からいきますこれぐらいが見やすいかな で、これ、帯番号ですね。私、これ、帯って呼んでますけど、帯番号。ね。1の1。都市計画区域。これ何でしたさっき前のページでやりましたね。計画的な街づくりをする場所。やりましたね。<laughs> もうこんな要領です。いいですね。計画的な街づくり。ね。これは目的。で、計画的な街づくりの場所。これは都市計画区域だよってやった。いいですね。もうどんどん頭入れててくださいね。 どんどん頭入れてきますからね。後でまとめて覚えようとかやってるとね大変ですからね。もう講義聞きながら頭に入れられる知識はどんどん頭にね流し込んでってくださいね。都市計画区域ですね。計画的なちづくりをする場所。で、これじゃあ誰が指定するのね。これがここで言う指定権者の話です。ね。これ。指定。指定犬者誰が指定できるの指定権者って言い方します。これよく、これ完全な法律用語ですね。法律用語で。他の法律でも出てきます。 指定権者。誰が指定するのね。で、これ皆さんの中でね、宅建おやりになった方は、まだご記憶にあろうかなと思います。これ宅建でもがっちりやりますよね。私も宅権教えてるんでわかりますけど、これ本当にね、一番最初にやりますよね。で、ここ正確に押さえてください。原則と例外です。原則は都道府県です。ですね。都市計画区域、原則は都道府県。で、2以上の都府県の 区域に渡る場合は、例外的に国土交通大臣が指定権者に変わると。チェンジすると。そういうことですね。これ原則と例外、しっかりと立て分けて覚えていってください。よろしいですね。これが大事なんですよ。あの、法律ってね、あの、 例外がない場合もあるんだけど基本的にね条文見るとほとんどがね原則例外原則例外って形の規定になってるんですよ法律って。ね、だからその知識を勉強する時もこの目の前の知識がこれ原則に関する知識かなそれとも例外に関する知識かなこういう視点で見ていくことが要求されます。大事なんですよこれを意識しないでただ漫然と知識入れていくともうぼやぼやっとしちゃって。 問題が解けません実際本試験問題も原則に関して聞いてるのか例外に関して聞いてるのかこれを意識しないと間違える問題って少なくないんですよ。いいですねだからとにかく法律ってのは基本的に原則と例外に分けて条文規定してあるんでねもう条文見るとそうなんですよ原則を本文って言い方しますで例外を正し正し書きって言って正しって形でよく規定することが多いこれ詳しくは民法でやりますけどねとにかく原則と 例外原則と例外、ね、基本的にほとんどの法律の条文ってそういう形で規定してるからだから勉強する時はね原則かな例外かなこれを意識することがものすごく大事ですね今ほんに大事なこといっぱいしゃべってますからね <laughs> いいですね覚えていってくださいしたがってもう一回改めてね見ときますけどももうちょっと今日はいいなでしょ、ね、この指定権者都市計画区域の指定権者原則は 都道府県ですね。これ皆さん適宜ご自分でも書き込んでいってくださいね。これ原則だよ。ですね。で、国交大臣。ここで、こっちの方がいいかな。ここね。これ例外だよ。っていうことで。ね。適宜ご自分でもね、読みやすいよ後あとでね、これ見返すときにすぐね、確認できるように。こんな形でどんどんね、書き込んでいってくださいね。原則、都道府県。例外、国交大臣。ですね。じゃあ、どんな場合が例外になるのか。国交大臣になるのか。 2以上の都府県の区域にわたる場合です。ですね。都市計画区域が。だから例えば、東京都埼玉とか、ね。東京都神奈川とか、そんな場合です。ですね。これ。だからこれ、東京だけだったら当然東京都ね。これが指定権者。でも、東京都埼玉にまたがる場合には、国交大臣です。国交大臣が指定権者に変わるよ。そういうこと。 これ全然難しくないですね。これね。両方にまたがってるわけだから。ね。だから、これ、指定権者が、まあ、ワンランクアップする。ね。これ、そんなイメージで、これ、押さえてみてください。でね、ちょっと注意してほしいのが、これ、都府県です。北海道は入りませんから。これ、五色じゃないですよ。ね。2以上の都府県です。北海道。だから、都道府県になってません。都道府県になってない。北海道は入らない。なんで、 だって、北海道と青森県の間、海でしょこの二つにまたがるってことはありえないからです。都市計画区域を指定するってありえない。そうでしょだから、だから、ね、もともとこの5条4項のところでは、北海道は入っていないと。そういうこと。北海道と青森にまたがることはないよね,ね。これでしっかりと覚えておいてください。ですね。だから結構覚えなきゃいけない知識、出てきますよ。ですね。こちら。じゃ次です。 でね <laughs> このいわゆる私よく手続き回りって言い方するんだけどこれがねやっぱり出るのこれはある意味おそらくおそらくっていうかねもうまず間違いなくお皆さんが鑑定士おなりになった時に知っとけよと当然鑑定士としてそれぐらいの手続き回りの予備知識は持っとけよとおそらくそういうことなんでしょうねでね。 これ、宅研でもちょろっとは聞くけど、そんなにね、卓研で、あの、がっつり聞いてくるほどの知識じゃない。でも、行政法規では非常に大事なんで、がっつりと押さえておいてください。で、まず、これ、丸1と丸2分けます。で、丸1、これが都道府県が。で、丸2が国交大臣がってことで、さっきの上の原則例外にこれタイアップしてるんですよ。ね。で、まず原則の都道府県が指定する場合の手続きが、まず丸1です。 で都市計画区域を指定しようとするときはあらかじめ関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聞くとともに国土交通大臣に協議しその同意を得なければならないこのマークしたところは全部覚えてください覚えますですねだから指定権者は都道府県これですね原則ねこの場合が1でまず関係市町村がこれが入ってきてきる何で関係市町村の意見聞いてあげなきゃいけないの ね、これはやっぱり一番地元に密着した地方公共団体ですよね一番ちっちゃいでしょ市町村ってねで当然実地元の実情一番詳しいんですよだから意見を聞きなさいってこと地元のこと一番知っているのは市町村だからそういうこといいですねでも都道府県が市町村の意見を聞くだけだと共にこれ行政でしょ都道府県も行政市町村も行政どうしても行政に偏っちゃうそこで これ都都道府県都市計画審議会これは学識経験者からなる第三者機関って言われてて、まあ、簡単に言うと学者先生の集まりですよだからね行政だけにる偏らないにするために学者先生の冷静な意見を聞きなさいってことでこの都道府県都市計画審議会の意見を聞くこれが入ってるよそういうことですねであと最後国交大臣協議してどういううる、まあ、これはこれで覚えちゃってくださいですね で、この覚え方ですね。覚え方。これ5条3項規定しるんだけど、覚え方がね、ちょっと右のページご覧ください。こちら3ページね。で、ここにご覧のこの図が、よいしょ、ちょっと持ち上げて、上がってますよね。で、右はね、これまだ、後でやるんで、純都市計、これ置いといてください。左側の都市計画区域、こっち行きますよ。で、左が、これ原則でした。一つの都道府県内に都市計画区域を指定する。やりましたね。で、右が例外だった。 複数の都府県。ね、北海道入りませんよ。複数の都府県にまたがって都市計画区域を指定する。この時は国交大臣に指定権者がチェンジするんだった。変わるんだった。ね。で、これね、上から下に見てってください。時系列です。この矢印に従って。で、まずこれ、左側のね、これ原則からいきますよ。都道府県が指定権者の場合。さっき、これ左のページでご覧いただいたように、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聞くんだった。 で、これ、左側のコメントをご覧ください。下には意見を聞く。下ってどういうことこれ何を基準にしたって言ってるかというと、指定権者です。指定権者。都道府県を基準にすると、ね、大変申し訳ない方だけど、市町村と都道府県都市計画審議会は下だろうと。であれば、意見を聞くだけで足りるよね。それに対して最後。 国交大臣協議しその同意をこれもさっき左のページでやりましたね。これ。ね。これは、コメント見てください。上には同意をもらうと、ね。これもやっぱり、指定権者を基準にするんですよ。指定権者、都道府県を基準にする。すると、国交大臣は上でしょ。だから、上には同意をもらうってこと。これまさに、皆さんのね、あの、職場のね、あの、理屈と同じですよね。 部下には意見を聞くで足りる。上司には同意をもらうでしょう。部下に同意をもらう。あるいは上司に意見を聞くってないですよね。だからこれ使ってみてください。ね。この職場のね、あの理屈ですよ。下には意見。上には同意。これを使うと、このそれぞれの知識がスッと入ると思います。よろしいですね。これ使ってみて。で、最後はまあ広告ってことで。ね。これ官報等で発表するよ。そういう流れなんですよ。ですね。 左のページを戻りください。では今度、例外いきますよ。この括弧に、指定に必要な手続きの例外、丸に、国交大臣が指定権者の場合です。こちら。ね。2以上の都府県の区域に渡る場合。で、この場合については、見てください。あらかじめ、関係都府県、ね。やっぱり北海道はありません。の意見を聞かなければならない。また逆に言うと、意見を聞くだけで足りると。そういうことですね。これはこれで頭入れといてください。で、ここにね、 ちょっとちっちゃいんですけど、これローマ数字のうじょ。これ1番が振ってあります。で、これ客中なんですよ。で、ちょっと下行きますよ。客中、うじょ。ずっと下降りてみてください。ここ。ね。これちょっと細かいですけど、これ一回頭通しとけばいいです。関係都府県が意見を述べようとするとき。要するに、これ国交大臣が都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめね、関係都府県の意見を聞かなきゃいけなかった。 でこの意見を求められた関係と府県が意見を述べようとする時はですここにつながっていくるんですよ。そういう時はやっぱりこれ地元一番よく知ってる関係市町村とあと学者先生の冷静な意見を聞かなきゃいけないようになってるよそういうこと、ね、ちょっと細かいですけど一回頭通しといてください頭を通す通すっていうのは意味をあの考えとく、ね、理解しとくそういうこと。 ガチガチに覚えるまでではいいらないです、ね、もちろん最終的に暗記までできれば完璧ですけど、ね、あの頭通しといてくださいって申し上げたらあ一応意味考えればいいんだなということでご理解ください。ね、一応そういうことでこれがいしょ今ね上戻りますけども指定に必要な手続きでした。いかがでしょうか なんかね、この辺ね都市計画法って毎年ね受講する皆さんからねあの言われるんですけどなんか自分たちの生活と密着してないんでなんかイメージ持ちにくいですねってよくね私言われるんですけどまあそれはしょうがないですねこれはねこれが次の建築基準法になるとねやっぱ私たちの生活結構あ密着してるからイメージも持ちやすいし頭にも入りやすいんですよ。 でも都市計画は残念ながらねなんかこうイメージとしてはなんかお役所の法律でしょって言いたくなりますよねだからなかなかねその辺が難しいんだけどでもこれもやっぱね誤問出ますあともっと言うと他の法律の基本法ってそういう特徴を持ってますからここで出てきた言葉がこの後いろんな法律でも出てくるんですよ、ね、だからやっぱりこれは大事な法律なんでちょっと頑張って押さえていきたいと思いますじゃあちょっとここで休憩入りましょう10分間お休みください はいそれでは後半の第3ユニットにまいりましょうではですねえっ、ー、と引き続き2ページですね合格基礎テキスト2ページこちらねご覧くださいいきますよ次が今度2番ですねこの基礎調査というところを見てまいりますで都道府県は都市計画区域についておおむね5年ごとに基礎調査として一定の事項に関する現況及び将来の見通しについて調査を行うものとされるということで これ何言ってるかというと、一回都市計画区域に指定したら、それで終わりじゃないよってこと。ね。見直しを行うよ。これは言ってるだけなんですよ。簡単に言うと。いいですね。その視点で押さえておいてください。ね。一回指定したら終わりじゃないよ。見直しを行うよ。じゃあ、どれくらいのサイクルで見直しをするのか。それがこれです。5年ごと。概ね5年ごとです。いいですね。で、概ねって規定してるんですよ。 だからきっちり5年である必要はないってこと。指定してからね、きっちり5年である必要はない。ただ、おおむね、ね。だから、おおよそってことですね。おお,およそ5年こと。ね。でも、気をつけてほしいのが、これね、例外がないんですよ。ね。さっき法律って原則と例外、ね、基本的にあるよ。ね、申し上げましたけど、これ例外、規定してないってことは、必ずです、これ。で、 ここに入れといてください。ね。おおむね5年ごとに必ず基礎調査をやりなさいってこと。やらなきゃいけないよってこと。ですね。こういう意味です。ね。これ押さえておいてください。で、それが即中のね、ポイントのところに載っけてありますから、ちょっと確認しますよ。以上。この調査はおおむね5年ごとに必ずです。これです。ですね。こちら。行うよ。 ね、しかし正確に5年ごとに行う必要なく概ねで足りるよそういうことねこれ押さえておいてください,い,いですね <laughs> よいしょこれが基礎調査ということですいいですねあごめんなさいあとそれからですね失礼しました今度最後ですね同じこの側柱ですちょ,ちょっとちっちゃくしちゃいましたけど ね、この言葉の意味とか、ちょっとポイント、これをちょっと見て、ここで都市計画区域ね、これ終わりにいたしますので。で、ここを見ていただきますとね、この2ページの側中の一番上、言葉の意味ってとこで、ね、都市計画区域とは一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域として指定された場所を言うよってことで、ね、ここに一応言葉の意味載っけてあるんですけども、ただこれはね、このマークしたとこだけ気をつけとけば OK で、これよりもね、こんな硬いね、 こんな定義よりもね、さっき前のページでご覧いただいた、こちら。これ。街づくりの場所。これでしっかり覚えておいてください。計画的な街づくりの場所。これが都市計画、区域。ね。ただもちろん、もう一回戻りますよ。正式なね、こういうね、言葉の意味はありますよ。ね。でもやっぱりね、やっぱイメージが大事ですから。 で、ちょっと一応ね、この言葉、ちょっと硬いね、この都市計画区域の言葉のね、この説明ちょっと見ておきますと、一体の都市として総合的に整備、開発、保全。このアンダーラインを引いた、この三つの言葉は一応頭に入れておいてください。この後もいろんなところで顔を出すんですよ。整備、開発、保全。ですね。もう整備ってのはもう名前読んで字のことしでね、まあ整えると。で、開発ってのは新しく作ると。で、保全。これはね、 これ緑のことなんですよ、ね。これはこれで覚えておいてくださいね。保全、緑を守るってこと。なんでなんでこれが入ってくるかというと、緑を守るのもやっぱり計画的なまちづくりだからです。ですね。これ覚えておいてください。で今度その下、で今度ポイントですけども、県えっ、ー、と県境や市境などの行政区画とは関係なくね、したがって複数の都府県 市町村にまたかって指定することもできるこれは当然都市計画区域のことを言ってます。これは当たり前ですよね。さっき言ったように、2以の都府県、ね、にわたって指定もできますから。だから行政区画とは関係なく、都道府あの都市計画区域は指定できるんだ。これ言ってるだけです。これいいですよね。で、あと今度その下。これちょっと細かいです。都市計画区域の指定、これ案です。案。に、ね、ついては、ね、この地元の公衆の縦覧。 ね、供する必要はないよ。公衆の縦貫手続き不要だよってことで。これ若干細かいです。ね。これ、とりあえず一旦これ置いといてください。ちょっと印だけつけて。ね。公衆の縦貫、出ましたね。公衆の縦貫、ね。縦貫に供する必要はないよっていうことですね。一応以上が、この都市計画区域のお話です。よろしいですね。で、次、今度その下行きますよ。で、今度、帯番号一の二ですね。準都市計画区域です。 順がつきます順がつく、ね。さっきの上はねつかなかった。都市経過区域。ね、この後と見ていく帯番号1の2は頭に順がつく。ね、そうすると当然内容ガラッと変わりますからね。これ気をつけて見ていきます。で ここ、さっき皆さんにね、マークしていただきましたけど、この1番ですね。1番のところ、準都市計画区域とはってことなんですけど、これ最初ね、これ、えっ、ー、と、条文番号が5条、えっ、ー、と、五条の二第1項なんですけど、最初これだけ読んでもね、おそらく何残っちゃって感じになると思います。で、ちょっと左のね、よいしょ。こちらのコメントちょっと見てください。ここですね。で、準都市計画区域の例としては、これ、私さっき申し上げましたね。 山のふもとの高速道路のインターチェンジ周辺ねこれが例として挙げられますよ山のふもとのインターチェンジですよ簡単に言うと山のふもとのインターチェンジってことだから図でいくとこんな感じですね山があってこんなイメージですよね山があってねこれトンネル出てね山のふもとのインターチェンジ これが準都市計画区域の例というかイメージですね。イメージです。山のふもとのインターチェンジ。これです。ですね。で、この事例でいきますと、山のふもとのインターチェンジ。車を運転する方すぐわかると思う。ね、当然、人あまり住んでませんよ、こんなところ。ってことは、この周辺、ね、さっき最初に勉強した 都市計画区域に指定されることっていうのはまずありえないんですよ。ありえない。ね。都市計画区域っていうのは、今回勉強ね、してますけども、計画的な街づくりしていく。要するにこれからね、人口が増えるところなんですよ、当然。そうでしょね。だけど、こんな山のふもとのインターチェンジで街づくりなんかしません。人口がね、増えるわけじゃない。人がもともと住んでるわけじゃないから。 だから、こんなところには、都市計画区域は指定はされません。で、もしね、もし指定されると、ここは、先ほどから勉強している通り、ね、計画的な街づくりをやっていく。当然これから人口増えます。ね、街を作っていくわけだから、ね、当然コロナ禍は、これです。 厳しい法規制がかかります。乱開発を規制する必要があるからです。これいいでしょうね。都市計画区域にもし指定されれば、ね。乱開発を規制するために当然その中には厳しい法規制がかかってきます。ね。むやみ当たると道路とか公園とか作れない。そういう規制がかかっていく。でも、何回もね、この図ご覧いただいてますけど、この山のふもとのインターチェンジ、ここは都市計画区域には指定されない。 指定されないとねどうなる当然厳しい法規制かからない。その結果、実際この周辺ってどんな建物に建ってます車運転する人すぐわかると思う。ラブホテルとかパチンコ屋とか結構建ってますよね。そういうこと。で、その好きに任せたら、ね好き勝手に任せたら将来ね、ねこの一帯に人口が増えて、都市計画区域に指定しようとした場合。 もはや手遅れになっちゃうんですよ。そういうこと。だから、この純都市計画区域に指定をするの。すると、見てください。ここ。緩やかな法規制がかかるんですよ。都市計画区域も厳しい。それに対して純都市計画区域に指定すれば、緩やかな法規制をかけて、将来のね、 都市計画区域の指定に備えたまちづくりが可能になると。ね。もう乱開発。一応、これ、規制ができるわけですよ。そのための制度です。いかがでしょうね。一応そんなイメージで押さえておいてください。ね。山のふもとのインターチェンジ、人が少ない。だから、都市計画区域に指定されない。指定されないと、ね。もう好き勝手な建物立っちゃう。ね。それ、好きに任せとくと、将来、 人が増えて、人口が増えて、都市計画区域に指定しようとしたときにもはや手遅れ。だから、純都市計画区域に指定して、ゆ、ゆやかな法規制をかけるんだ。ね、これしっかり覚えておいてください。で、今私がお話をした理屈が、ここ。<laughs> ここに全部表現されてますから。また後でご覧になっていてください。いきますよ。都市計画区域外。そうでしょ都市計画区域に指定されてないよって言いましたよね。ね、とか外ですよ。 外の区域のうち、そのまま土地利用を制御し、または環境を保全するための措置を講ずることなく、放置。つっきったでしょ放置。ね。そえば、将来における一旦の都市としての整備、開発、保全。さっきやりましたね、上で。これ。ね。に支障が生じる。もう手遅れなわけですよ。ね。があると。ね、生じる恐れがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定できるよとってさ これで覚えましたね。いいですね。で、試験でよく出るのが、ちょっとペン書いてね。これ太ペンでね。ここ。これです。ここよく過去問で引っ掛けてきます。ない。都市計画区域ない。で、よく引っ掛けてくるんですよ。これツです。誤り。で、こんな形でちょっとあのメモしていくようにしてみてください。 こうやって書くとね、あ、これ、都市経過区域内、これツだな。こういう引っ掛け問題出てるんだなっていうのが一見してわかるでしょう。ね。テキストにもぜひこういう形でね、書くものの引っ掛けどころ。ね、こういうのをメモしていくと、ね、これ頭入ってきますから。ですね。これ、でもこれは知識としてもぜひしっかりね、押さえておいてください。よく引っ掛けで出ます。都市経過区域内で出る。これ誤り。害です。害。じゃ次、子供右のページいきますよ。で、今度。 いしょこれぐらいで,入りますか、ね、で今度指定手続きです。でまず指定権者。誰が準都市計画区域指定するの都道府県。ですね。でここは国交大臣出てきませんのでね。ここは都道府県。これだけしっかり覚えておいてください。あと手続きです。これさっき左でね都市計画区域についてやりましたけどね。これ。いきますよ。都道府県。当然指定権者ですから。都道府県。 ね、で、準都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村、及び都道府県都市計画審議会の意見を聞かなければならないということで、これも覚えちゃってください。ですね。で、覚え方なんですけど、これね、ちょっと下の図見てください。今度右が、こちら、準都市計画区域、これ使いますよ。で、よいしょ、これぐらいで入るかな。とにかく、今申し上げた通り、すべて、都道府県。いいですね。これ、国交大臣出てこないよ。で 今上でご覧いただいたただこれ覚えてねって申し上げたのが5条の2第2項なんですけども関係市町村及び都道府県都市計画審査の意見を聞かなきゃいけないってことですけどここに上がってます。でこれってさっき都市計画区域のね都道府県が指定県庁の場合のこの手続きと同じです。したがっておしまい。もう一瞬でしょもう一瞬で勉強終わりですよ。 こういうふうにやっていくんですよ。こういうふうにやれば、ね、行政法規、範囲は、ね、知識は膨大だけど、結構手際よく整理できるから。だから頭に入るでしょ。ね。比較して、ね、同じだったらもうセットで頭入れちゃう。ね、こういうのもぜひ覚えていってください。で、ちなみに、ちょっとこれも触れときますけど、ここね、国交大臣は顔出しません。いいですね。国交大臣顔出さない。で、なんでどうして皆さん理屈言えます なんで純都市計画区域の指定手続きにあっては国交大臣協議してその同意を売れが入ってないのか。ここは。ね。都市計画区域の方はあった。これが。ね。なんで理由はさっきやりましたね。やってるんですよ。これですよ。都市計画区域の規制は厳しい。純都市計画区域の規制は緩やか。だからですよ。だから、緩いから国交大臣顔出さないで覚えておいてください。いいですね。 ただもうこれも一瞬で覚えるでしょうこうやってやるんですよ、勉強。ですね。いや、こ,こ,こういうこでね。ぜひまた一生懸命で、ね、知識覚えていきましょうね。言う方は簡単ですけどね、初めて聞く側はね、ああ、そうって感じになるかもしれませんけど、ね。ぜひね、本当に、あの、多少強引でもいいから、いろんなこう、イメージを多用して、ね、冒頭から私申し上げているでしょうイメージが大事なんですよ。イメージを使って知識をつなぎ合わせる。ね。そういう形でやっていけば、かなりね、短時間でも行政法規もろにできますから。 ですねじゃあ次どんどんいきますよ。であとねちょっと1箇所だけこれ触れておきますと,、えー、とこの今ご覧いただいている3ページですねここ。よいしょ。でこれプラスアルファです。プラスアルファでこれ結構ねちょっと細かい知識ねこれプラスアルファとかに置けてるんですけどこれねやっぱ純都市計画区域に関連する知識です。でこの2箇所はしっかりマークしてこれ最終的にがっちり頭に入れてください。最近この都市計画区域については結構 こう、細かいところまで本番で聞いてくるんですよ。だからここはね、あるやっぱ準備しておきたいんで。で、この二つ、特定用途制限地域、ね、これ定めることができる。あ、こう、あ、ちょっと印つけた方がいいな。これできる。あともう一個の特定用設的教築これは定めることができないってことで、ね、これできるできない。これ最終的に頭入れ、入れ、ね、知識入れてほしいんですけど、ただまだね、 この特定用途制限地域も特例要請的て築まだ勉強してないんで、これ勉強してからね、ここに立ち返って、このそれぞれの知識、ね、この結論が違うでしょこれしっかり頭に入れますから。ね、とりあえず一回ここで、やっぱりこれ一回スルーいたします。ね、一回置いといてください。後でやりますから。ね。じゃ次、この4ページいきますよ。こちら。ね。ちょっと、これぐらいで入るかな。で、今度、帯番号2の1。 ね、また例によって先にねマークしちゃってくださいで下の図はいいです書き込みとかしなくていいで側中いきますプラスアルファですねよいしょこれぐらいがいいかなでまたねどんどんマークしておいてくださいねいきましたここで終わりですねでこれとにかくねゴシックのとこですよこの太字のとこねちょっとマークしておいてくださいこんな形でちょっと上の タイトル戻りますよいしょよいしょこちらねで今度帯番号変わります2の1ねこの左の番号が変わるとね内容がらっと変わりますからねこちら2の1で都市計画の内容ってことでこれ都市計画って何でした最初やりましたねまちづくりのプランプランでしたでこれもちょっとトップページ見てくださいね1ページですこちら やりましたねコメントプラン都市計画だよ、ね、でまさにこの順番に沿ってるわけですよこのテキストも今最初に町づくりの場所都市計画区域あとこれに関連する順都市計画区域のお話をいたしました次今度町づくりのプランということで都市計画そういうこといいですねで戻りますよでねここはこれ4条1項なんですけどもこの2つねこれちょっとあの軽く頭入れといてください 都市計画とは都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用あと都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で都市計画を第2章の規定に従い定められたものを言うよってことでこうね都市計画の定義っていうか意味がねこれは4条1個で規定されてるんですけどこの2つですねキーワードちょっと軽く頭入れといてほしいんですよ。で土地利用っていうのがこれがもう読んで地の子都市で。 土地でしょってことは、右側は、勘のいい方だったらかるでしょ土地と、これは、ものづくりですよ。これ、ものづくり指してます。また、圧で出てきますから。いいですね。こちら、右側、ものづくりを指しているよ、ということですね。あと、もうちょっと言うと、ね、これ、ものづくりのところでまた詳しくありますけど、この都市施設の整備、これ、左側ね、これは、 またさて詳しくやります。これ単発事業って言います。ごめんなさい、隠れてた。単発事業。これ、単発。道路とか公園とか学校、病院等のね、そういう、これ都市施設ってまたさて詳しくやりますけど、これを一個一個作っていく。こういうのを単発事業って言い方します。これを都市施設の整備って言葉で表現してるんですよ。またさて詳しくやります。 でそれに対して右側の市街地開発事業これは単発の反対だから総合事業っていいますまた後で詳しくやります総合総合事業ってねお尻が事業事業事業ね単発か総合かねまた後で詳しくやりますからでこうやってねまだ今ここではね皆さんあれ何のことかなって思うと思うんですけどね 最終的にこのページご覧になると頭の中きれいに整理できますから。ね、とにかく土地とものづくりに対別できる、ね。で、ものづくりの中でこれ一個一個作ってるのが単発事業。これを都市施設の整備って言い下する。それに対してまとめて作っていく総合事業。これを市街地開発事業って言うんだな。そういうこと。ね、これ後でまたこ,こ,にこのページに立ち返るとあ、なるほどねって感じで整理できますから。とりあえず今の時点ではこれ書き込みだけしといてください。ね、今まだ すぐ理解できなくても、OK、ですであと下の図はねこれ置いといてください。あとで全部ね、用途地域とか星的地域地区全部ね、ご説明した後にこの図でね、最後整理をいたしますから、これね、これ面白い図でしょう、これ。なんか模型みたいな。これ、とりあえず置いといてください。で、今度は測地いきます。よいしょ。で、ここね、都市計画区域には、都市計画として、以下の11種類11個あるんですよ。これを定めることが で、きるです。できる。で、これはね、いわば、これ例えて言うとね、例えて言うと、この都市計画っていうのは、レストランのメニューと思ってください。11種類ある。この中から皆さんがお店に入ってね、例えばどっかの中華屋さんでも、あの、レストランでいいんだけど、ね、好きなメニューを選ぶでしょ。そんなイメージです。だから、で、きるなんですよ。できる。メニューなんですよ。メニュー。ですね。 メニューって書いてきますよ。そんなイメージです。だから選べる。できるです。できる。ですね。ただね、ただ一点注意してほしいのが、一番最初、丸一です。丸一の都市計画区域の整備、開発、保全。また出ましたね。整備、開発、保全の方針。これすぐ、すぐこの後右のページでやりますけども、方針ってって、ね。これ、いわゆるマスタープランって言うんですよ。マスタープラン。 ね、これもちょっと覚えていってほしいんですけど。要するに、街づくりの方向性です。もっと言うと、羅針盤。街づくりの羅針盤になります。これ右のページでこの後やります。ね。で、これは絶対に必要でしょ計画的な街づくりをしていく上で、ね。この道に迷,迷わないするためにも、ね。この羅針盤って絶対必要でしょだから、これね、一応一番上にできるっていうふうに載ってるけど、この丸一のマスタープランだけは必ず定めなければいけません。 これだけ気をつけておいてください。丸一のマスタープラン。ね。整備開発保全の方針。これだけは必ず定めなければならないってことで。ね。できるじゃないよってこと。他は全部できるです。できる、できる、できるで。ですね。で、特にこのさっきも申し上げましたけど、皆さんにマークしていただいたこの太字で、ね、このゴシック。これがやっぱりね、試験でよく聞かれるんですよ。ね。従ってマークをしていただいたと。ね。それぞれの中身はそれぞれの箇所でこの後詳しく見ていきますから。ね。とりあえず印だけつけといてください。 で次、今度は右のページに行きますよで今度5ページですねこちらでまたちょっとね先にマークをしちゃってくださいこちらね都市計画の方針あと右あごめんなさい左ですねこちらねコメントこれもマークしちゃってくださいねでまた戻りますよあと今度帯番号2の3区域区分これもね非常に大事なところなんでねしっかりとマークしていってくださいよいしょ これぐらいで見えますかね。で、下行きますよ。これですね。ちょっともうちょっと置きがいいか。見えますかね。で、あと、このページですね。5ページ、えっ、ー、と、客中ですね。ローマ数字2番。こう、最後のね、とこですね。1行目から2行目。即したもの。この1箇所だけマークしといてください。で、今度、即中行きます。この5ページですね。あと、さっき腕、ね、このコメント先ご覧いただきましたんで、この真ん中ね。これで終わりです。ちょっとマークしちゃってください。よいしょ。 いいですね。こんなところです。ではちょっと改めて上から見ていきますよ。で、帯番号2の2。都市計画の方針ってことでマスタープランです。マスタープラン。ね。これ。方針ときたらこれです。マスタープラン。街づくりの方向性。羅針盤って言ってもいい。絶対必要ですもんね。これは。だから、これ。定めるっていうふうにね、規定してるけど、意味は必ず定めなければならないってこと。これはしっかりと覚えておいてください。 で、これ、いろんな種類があるんですよ。このマスタープランについては。でも、試験でよく聞かれるのが、この、丸1です。都市計画区域の整備、開発、および保全の方針。ね。これをしっかり、名前は頭入れといてください。とにかくね、キーワードこれですよ。最後のお尻。方針。で、2番目、これ、丸2ですね。これ、市町村レベルのマスタープランです。これもやっぱり最後、方針ってなってます。で、あとね、ちょっと細かいんですけど、都市再開発方針等っていうのもあるんですよ。これもやっぱり方針ってことで。 ただからこれ全部ね3つともこれマスタープランですただ試験でよく出るのがやっぱ丸1ですねこれねで次今度2の3行きます区域区分ですねでこれがねまた非常に大事な内容なんでここね是非しっかりと覚えてくださいあの皆さんの中でねあの卓研おやりになった方はねまたこの辺ご記憶にあろうかなと思います卓研でもがっちりやりますくんでで逆に卓研やったことないよ初めて勉強するよって方 ここ多少時間かけても構いませんからしっかりと押さえるようにしてくださいあのねやっぱりずっと私もねあのこの受験指導をやっててやっぱり宅研やった方とやってない方とで大きな差が出るのが一つがここなんですよやっぱり予備知識があるのかねでなくて初めてこう見るのか初めてね勉強するのかここで結構ね実はと差がついちゃうんですねこれいいですねですから 特に、ね、今回初めて勉強するよって方はねここねあと下のこの図も含めてですこの図も含めてここは多少時間かけても構いませんからねあのがっちりと押さえるようにしてくださいここが曖昧だと他の法律の理解にも影響を及ぼしますからさっき申し上げたようにこの都市計画法って他の法律の基本的な知識を定めてるんですよだからここの、ね、これからご覧いただく基本的な言葉 市街化区域とか市街化調整区域とか、こういうのをしっかり押さえないと、他の法律で出てきたとき、あれなんのこっちゃになっちゃうから。いいですね。そういうことで、しっかりこう押さえてくださいね。もちろん、宅建やった方もね、絶対、忘れてるよって方はね、もう一回しっかり頭に、あの、入れ直してくださいね。じゃあ、いきます。区域区分。で、まずね、ここ、括弧一の区域区分の定めのところからいきます。都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、ね、まさにこれ乱開発でしょ。 段階発で、計画的な市街化を図るため、必要があるときは、都市計画に、ね、これ、プランでしょ市街化区域と市街化調整区域との区分。これを区域区分って言います。区域区分。ね、を定めることができるよ。これ、できるです。できる。ですね。で、これ、区域区分ってこれ、皆さんの中でね、 よくあの不動産系ですね。不動産系のお仕事されている方はね、もうある意味常識みたいに知ってらっしゃると思うんですけど、これよく、千引きって言い方しますよね。千引き。ね、不動産系のね、お仕事されている方皆さんね、もうこれ、普通に千引き千引きだよね言い方しますね。これ、ただ気をつけてほしいのが、これ千引きっていうのはこれ、これ法律用語じゃありませんからね。ね、もっと言うと、正式な。 あの名称じゃありません正式なあの本試験問題って条文の言葉、ね、条文の言葉これを文言って言うんですよちょっとこれもねちょっと覚えててほしいんですけどこれ文言って読みます文言、うん、よいこれねこれ文言って読まないでねこれまた民法の時あります条文の文言って言います条文中の規定している言葉 ね、条文中に規定してる言葉を文言って言うんですよ。ですね。で、これ、線引きっていうのは、これ、条文どこ見ても出てきません。条文では、区域区分っていうふうにね、これ規定してます。文言が区域区分なんですよ。線引きじゃないから。いいですね。これは、ぜひ気をつけてください。ですね。これ。だから、普段勉強されるときはね、線引き線引きでもいいんだけど、本試験問題のときは線引きって言葉で出ませんから。ね。この条文の文言通りの言葉。 ね。すなわち、この区域区分。ね。区分とか区域区分って言葉で本試験問題出るから。これはくれぐれも注意してください。ですね。こちら。で、ちょっと戻りますよ。よいしょ。もうちょっとちっちゃくして。で、これ、図でいくと、これです。見てください。ま、たつでね、ご覧いただきますけど、この四角の中が日本なんですよ。私たちが住んでる日本です。ね。で、これ、都市計画区域ってこの後見てきますけど、二つあります。二つあって。 で、左側が見てください。これ、線引いてるでしょこれがまさに線引きです。正式名称が区域区分ってこと。ね。都市計画区域の中を市街化区域と市街化調整区域とに分けるんですよ。線を引いて。分けてるでしょ線引いて。これを区域区分って言います。区域区分。 ですね。この図でしっかりね、今回特に初めて勉強される方ね、これで頭にしっかり入れといてください。これが、これを線引き。区域区分って言います。正式名称、区域区分。都市計画区域の中を2つに分けるんですよ。分ける。ですね。で、これそれぞれまたこの後見ていきます。下で。で、その前に、この、これ、区域区分っていうのは必ずじゃないよってこと。必要があるときです。都市計画区域の中を、必要があるときは、 こうやって線を引いて、二つに分けることができるんですよ。できる。で、よくこれ過去物の引っ掛けでね、これ。必ずでよく引っ掛けてくるんですよ。必ず、区域区分、しなければならないで引っ掛けてくる。これ誤りです。×。必ずじゃないよ。これ×ね。必要がある時で足りますから。まずこれ一個押さえておいてください。ですね。必ずじゃないよ。 必要がある時足りるよですねであとこの図からもお分かりの通りこの区域区分いわゆる俗入線引きっていうのは都市経過区域だけですだからこれもねちょっと書いておきますよ。これ準都市計画区域の引っ掛けもあるんですよ囲むんで。準都市ちょっとスペースがないんでこんな感じでねちょっとこれほにゃららでごまかしますけどこれねここ書ける方は順都市計画区域って書いてまだやっぱりバッテンつけといてください。 ね、これ都市経過区域だけでですここれれも間違いないな結構やっぱね、達建おやりにな,なった方はね、結構スッと入ってくるんだけど、初めて勉強すた方結構間違える。ね。この区域区分は都市計画区域だけです。だから、準都市計画区域で引っ掛けた過去問、見たらこれ瞬時にツにしてください。準都市計画区域ツだよ。都市計画区域だけです。区域区分は。いいですね。以上以上で、こんなところです。 結構これ大事ですよ <laughs> もう私随分ねあの結構語気を強めてね強調して喋ってますけど本当にこれがっちり固めてくださいね大事なところですからねであとちょっと続きいきますよあとその下市街化区域と市街化調整区域さっき上で見たようにね都市計画区域の中をこの2つに分けるこれを俗に線引き正式には区域区分っていうんだったねじゃあそれぞれの場所 これどんな場所なの？これをこの後見ていきたいと思いますね。で、その前にちょっと一息入れます。はい、それでは最後の第4ユニットに参りましょう。ではですね。改めてこちらご覧ください。ちょっと大きくしますよ。よいしょよいしょ。これぐらいで入るかな？で。まず一つ目。市街化区域ね。 これどんな場所かっていうと、一応これ7条ですね。7条2項で規定してるんですけど、これね、ちょっと注意してほしいんですけど、これ特に宅建やった方もね、ちょっと気をつけてみてほしいんですけど、一応厳密には2つあるんですよ。2つあるよ。市街化区域。すでに市街地を形成している区域。これが1個目。もう名前の通るでしょね。あともう1個。おおむね、10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域ことで。これは2つ目。 だから、条文上はね、厳密に言うと2つあるよってこと。ちょっとこれは注意はしておいてください。特に、宅見やった方はね、これ、ビルをどんどん建てるとこで章で覚え,てる覚えてる方も少なくないと思うんですけど、一応、条文上は2つあるよってこと。ね。ただ、試験で圧倒的に聞かれるのが2つ目の方なんですよ。この、おおむね1個。ね。だから、ここ、死害化を図るって、こういうキーワードになってて、ね。これを皆さんにマークしていただきました。これ、1個目の方はもうほとんど、これ当たり前だから、 もうすでに市街地形成してるんですよ。当然入るよねってこと。で、もう一個が、まだね、市街地形成してないけど、これからね、だいたい10年ぐらいかけてね、あの市街化を測っていくってところ、これが二つ目ってことで、こっちが圧倒的に出ます。で、あとこの数字の引っ掛けはほとんど出,出てないんでね、これを5年とか8年とか、これで引っ掛ける問題はほとんど出てないんで、これ心配しなくていいです。ね、ただ、一応おおむね10年ぐらいかけて市街化を測っていく、そういう場所ですね。で、これ、 一応イメージですねこの市街化区域ですけどこれもねやっぱりイメージが大事なんでちょっとメモする方はメモしといてくださいねこれ1個だけですイメージ1個ビルをどんどん建てる場所これで覚えててくださいいいですねビルをどんどん建てる場所、ね、まさに市街化ですよ、ね、こちらで次今度2つ目ねこちらが市街化調整区域ですでここ市街化を抑制です禁止じゃありません 禁止じゃなくて抑制で制で限すもともとね,元々ねこのこれ調整っていうこれねこれ法律用語なんだけど調整っていうのはこれ制限するっていう意味があるんですよ。市街化を制限だから抑制ってこと。ね。こういうのを市外化調整区域っていいます。ねでこれもねちょっとテキストに載っけてなくて申し訳ないんですけど一応イメージ申し上げますんでちょっとねこれメモしてください。一応3つあります。 つあるで特に1個目ねこれちょっと頑張ってもすぐ覚えちゃってほしいんですけど1つ目が基本的に建物は建てられない基本的に建物は建てられないこれ一1個目で2つ目ですね2つ目できるだけ自然を残すできるだけ自然を残すこれが2つ目のイメージねで3つ目、ね、農業林業漁業をやっていく農業林業漁業林漁をやっていくそういう場所ですねこれ三3つ目 特に今3つイメージ申し上げたんですけど1つ目はねこれちょっとね頑張って覚えちゃってください基本的に建物建てられないこれこの後いろんなところで使えますから、ね、これ難しくないでしょ、ね、基本的に建物建てられない、ね、これは覚えちゃってください,い,いですねこちらでこちら見てくださいでこれ下にねさっきもご覧いただきましたけどこの ま、えっ、ー、とこの都市計画に基づいた場合のこれ図が上がってますけどその前に一旦ちょっと上がりますよ今この区域区分ってお話をしましたこれは必ずじゃなくて必要がある時だったじゃあねこれ区域区分しなかった場合どうなんのねこれ必ずじゃない必要がある時だけで足りるんだったじゃあ区域区分しなかった場合どうなんのそれが即中に上がってますよいしょ ポイントです見てくださいでこの上のねまず1つ目のポイントはこれさっきやりましたねこれ必ずじゃないよね必ず区域区分定められるんじゃないよこれさっきやりましたねこれ必要がある時で足りるようだったじゃあ区域区分定めなかった場合どうなんのそれが2つ目ですこれこの区域区分がされていない都市計画区域を区域区分が定められていない都市計画区域っていうふうに言いますでこれもねねあの不動産系のお仕事されてる方はねこれ 非線引きで覚えていいる方は少なくなくと思います、ね、よく「非線引き非線引きって言いますねこれもねさっきの「線引きの反対ですよ、ね、これ「区域区分」「線引きっていうれよく実務でね言いますけどその反対がこれ「非線引きってことですね「線引かない」まさにこれですよこれこれを「区域」正式にましょうねこれ絶対覚えてくださいね「区域区分が定められていない都市計画区域」って言いますねでこれもねさっきもね あの区域区分のところで申し上げましたけど普段勉強される時はね非線引きでいいんだけどただ正式名称ねこの条文の文言通りの言葉すなわち区域区分が定められていない都市計画区域でこれで本番本試験問題出ますからねこれは気をつけておいてください。ここねもうその名前ねもうその意味の通りですよねこうねまさに名前に出てますね区域区分定められていない。 都市経過区域ってことで,で、これね、イメージなんですけどね、一応、まあ、例ってことで載っけてますけど、人口数千人レベルの地方都市。これをちょっとイメージとしても、あの、お持ちになってみてください。ね。これ、区域区分が定められてないる都市計画区域、俗入1000匹。これ、どんな場所人口数千人レベルの地方都市ですね。地方都市。ね。これ、どんな、これ、こと言ってるかっていうとね、 これちょっと,ちょっと図を書こうかなここちょっとススペースありますよね。ここねでここねちょっと書きますと家がある。ね。これ地方です。地方都市なんかね。あの行くとこれ家があってすぐその周りに畑がある。ね。でちょっと裏手見るとちっちゃな工場がある。 こんな場所をイメージしてみてください。これが区域区分が定められていない都市経過、区域です。すなわち人口人数千人レベルの地方都市。ね、地方行くと結構こういうのを目にしますよね。最近よくね、あのね、今、まあ、コロナの影響もあるんでしょうけど、結構あのロケ番組多いですよね。で、地方なんかね、よくね、タレントさんたちが行くと結構こういうのを目にしません。家があって、すぐ隣に畑があって、ちょっと裏手に工場がある。で、これの場合は、この区域区分、千匹ってこれなかなか難しいですよね。 だからこの場合はしないんだと。線引き、区域区分はしないんだと。そんなイメージでちょっとね、イメージを押さえてみてください。これ。ですね。このやつですね。で、以上整理したのがね、ちょっと改めてこの図でいきますよ。ちょ、ちょっとちっちゃくして。よいしょ。これぐらいで入るかな。で、さっきもね、申し上げましたけど、この四角の中が私たちの住んでる日本です。で、さっきもね、ちょこっと言いましたけど、都市計画区域ね、 これ気をつけてくださいね。二つありますからね。ね。この、区域区分の定めがあるやつとないやつです。大別して。いいですね。これ、二つあるよ。二つあるよ。ね。で、この、区域区分が定められてない都市計画区域。ね、属入、非線引き都市計画区域と、あとさっき勉強した、純都市計画区域。これ違いますからね。全く別物ですからね。 これ結構ごっちゃにする方いるんですよ、時々。ね。これ気をつけてください。ね。純都市計画。これはもう山のふもとのインターチェンジですよ。さっきやりましたよね。ねですから、都市計画区域二つあるよ。一つは区域区分の定めがあるやつとないやつで頭入れといてください。で、あと、純都市計画区域。ね。で、これ、一応番号を振ったんですけど、1、2、3、4。で、最後、5番目。これ、ぜひね、この言い回しね、ちょっと大きくしますよ、ここは。よいしょ。 都市計画、あ、ごめんなさい。ちょっとピント大丈夫かな大丈夫ですね。で、都市計画区域及び純都市計画区域以外の区域。ね。例として山奥とか無人島ですよ。これを指してます。で、これね。この、および、以外。これです。これ法律特有の表記なんですよ。なんとかおよび、なんとか以外。ね。これ普通に読むと皆さんわかります意味。 都市計画及び純都市計画区域以外の区域。だから、都市計画区域でもない、純都市計画区域でもない、残りの場所ってこと。ね。これ普段なかなかこういうね、この何とか及び何とか以外ってこういう言葉使わないでしょ。ね。これぜひ分かるようにしていてください。この言い回しこの後、あの本番でも出てきますから。何とか及び何とか以外。で、これちょっとね、例えて言うと、 例えば都市計画区域を A で準都市計画区域を B とするとこの以外の区域って要するに C だよってことね A および A および B 以外ときたら C なんですよ A でもない B でもない残りの場所ってことこれをこの言葉で表現してますからだから山奥無人島ねもうほとんど人がいない山奥でこれ無人島って聞くと皆さんなんかピンとこないかもしれんけど日本の周りにって無人島いっぱいありますよね これも島国、日本って本当島国ですから、そういうこと。ね、これを指すよってこと。で、この5つ、これ頭入れておいてください。ね、一応番号を振りましたけど、ね、そっちにも載っけてありますけど、この都市計画法に基づくと、ね、日本ってのは5つに分類できるよ。これは大事です。これこの後の、特にあの、開発行為ってことを勉強します。都市計画法の最後の大山なんですけど、非常に大事な分野です。その時にこの5つの分類というのが大事になってきますから、これ使いますから。いいですね。 これぜひ、ここで。で、さっきも言いましたけど、今回初めてね、ここ勉強したいという方、ここは本当に、ね、時間かけて構わないから、ね。ぜひ、ぜひこの図は何回も眺めて、頭に、あの、入れちゃってください。よしですね。非常に大事です。じゃあ、と、し度い行きますよ。で、あと、えっ、ー、と、今度決定権者。これ、区域区分です。区域区分。誰が決定するの決定権者。で、これは都道府県です。市町村じゃないよ。ですね。これは覚えておいてください。 区区域区分誰が決定する都市計画で決定するの都道府県だよ。でこれねここちょっと書き込みますけど広域的っていう言葉ですねこれ区域区分ねこれさっき上でやりましたねこれ都市計画区域の中を市街化区域ビルをどんどん建てる市街化区域とあと基本的に建物が建てられない市街化調整区域この2つに分けるこれこれは区域区分だった。ね、でこれはやっぱり ね。ある程度、広域的な判断が要求されるだろうと。だから、市町村では役不足ってことで、都道府県というふうに言われてます。ここ、広域的っていうこのイメージ使うと、この都道府県という結論は頭に入れやすいかなと思います。使ってみてください。いいですね。で、あとね、客中のこのローマ数字2番ですけど、これは後でお読みになっとけばいいです。当たり前です。整備、開発、保全の方針に即したもの。 ね、要するに都市計画区域について定める都市計画はこのマスタープロに即したもんじゃなきゃいけないよってこれ当たり前のことを言ってるだけでしょうもうすでに何回もね先ほど来申し上げてますからねこれはこれで一回頭通しとけばよろしいかと思います以上、ね、こんなところですねいかがでしょうずっとね喋ってきてますけどあの本当にねここのページですねこの、えー、と5ページですねここで出てきた言葉 ねこの,後他の法律でも使えますんでぜひしっかりとご自分の中でイメージもねあの押さえておいてくださいね市街化区域はビルをどんどん建てる場所市街化調整区域は基本的に建物建てられない場所真逆ですですねじゃ次今度6ページいきますよよいしょで今度こちらねよいしょで帯番号変わりますね帯番号2-4土地利用の制限ってことで で、また先にね、ちょっとね、マークしちゃってください。用途地域入ってきます。で、下行きますよ。これは見えますかね。いいですね、で、下行きますよ。ここまで。で,ですね、マークしちゃってくださいね。で、今度、左側中行きますよ。こ,これ、これちょっともっと大きくしちゃさんごめんなさい、見えないですね。ごめんなさい。いしょこうね、コメントね。で、しいきます。 ここまで。高級住宅街。これもそうですね。これも高級住宅街。ここですね。あと、田園、住居地域。あと、側中したはいいです。特にマークまではしなくていいです。こんな感じで、まっさらで。で、この右のページもやっちゃいます。右の7ページですね。で、ここ、ここがちょっとちっちゃくしないと入ないか。よいしょ。ここね、これよく出ます。本当によく出ますんで、しっかりね、マークしていきます。でした、ここまで。 でその下はいいですここマークしなくていいで即中行きます左側ねえっ、ー、とコメントこっからだよいしょちょっとここ大きくしますねよいしょここ幹線道路ねで下行って駅前商店街ここ11番で途中飛ばしちゃっていいですで一番下ここもねしっかりマークしておいてくださいコメントですね一応以,以上ですねここでちょっと一旦止めますんでね でちょっと左のページを戻りください。よいしょ。よいしょ。ちょっとここね、こんな形でいきましょう。非常に大事な内容入ってまいります、またね。もう、なんだな、もう先ほどはずっと大事大事言ってるんじゃないかと。大事なんですよ。本当出るんだもん。いいですね。まあちょっと頑張って押さえていきますよ。で、土地利用の制限。ね、もう勘の言い,い方はお分かりでしょ。土地ですよ。土地。 どういうことかととかいうとちょっと1ページ見てくださいテキストこちらトップページ都市計画法のトップページ1ページのね一番下これ土地とものづくり都市計画法ってこの2つに二分できるんだよって言った、ね、これから見ていく話です、ね、これまた開発行為はまだ後ろで出てきますけどとりあえずこの後見ていく内容は土地関係です土地関係それがまず用途地域です6ページを戻りください 用途地域。土地です。土地。ですね。で、これ竹って方はね、お分かりになると思います。でも、忘れてる方も少なくないと思いますんで、ね。あの、初めて勉強するって方もね、ぜひここしっかりね、あの、頭入れてってくださいね。ここも、時間かけて OK です。はじ特に初めて勉強なさる方ね。このね、用途地域ってこの後勉強していくんですけど、13種類もあるんですよ。これ全部一応番号をね、こんな形で振ってあります。最後、13。工業専用地域。13種類。いいですね。で、まず、 この順番で、この用途地域13種類の名前を頭に入れてください。ですね。で、この順番。だから、この用途地域行ってみてくださいって言われた時に、一番最初、まず大四低層。ね、これ大四低層って言いますけど、大師低層住居専用地域。で、次が第四低層住居専用地域。ね。 で3番がで田園住居地域でずっと行ってって一番最後が工業専用地域ですっていうふうに言えなきゃダメなんですよだからね「用途地域行ってみてください」って言われていきなりねあの準工業地域ですで次がとか一ダメなんですよこの順番なの大志低層から始まって最後一番最後が工業専用地域で終わるように言えないとダメだよってこと順番大事なんでかというと これ、竹やって方は分かると思うんですけど、えっ、ー、とね、ちょっとテキストの、ちょっと建築基準法とか開けてほしいんですよ。テキストの、えっ、ー、と、34ページですね。ちょっと開けてみてください。まだ全然私もね、準備してません、ここ。ね、これ。用途地域ごとの規制。用途規制って言います、これ。ちょっと軽く印つけておきますね。これまた後でやります。別の回の時やります。これ、この言葉ね、ちょっと印ぐるっとつけておきますよ。 これ用途規制用途地域、ね、またこれ建築基準法なんで、ね、この建築基準法の時またここ詳しくやりますけど用途地域ごとの規制、ね、これを用途規制って言います。ちょっと今回は軽く軽くく聞いとけばいいけばです、ね、詳しくは建築基準法の時にやりますからでどういうことかっていうとこ,れこの表を見てください。 13種類の用途地域、ずらずらーっと上がってる。で、左側に縦、建物種類がずらずらーっと載ってる。で、丸は、それぞれの用途地域に建てられるやつ。×は、あるかなあ,るありますね。建てられないやつなんですよ。えいですね。これ。だから例えば、えっ、ー、と、これ。下から2段目。これちょっともうちょっと置けばいいか。見てくださいね。 物品販売店舗、飲食店1、2階以下かつ150平米以内。これ、コンビニを指してます。例として、コンビニ。いいですね。で、一番左側のマスメント、バツが1個だけついてる。これ、ポーンと。で、これ、どこを指してるかというと、上上がってって、大四定層です。要するに、大四定層住居専用地域は、コンビニは建てられないってこと。これを、用途規制って呼んでます。要するに、 用途地域ごとに、どの建物は建てられて、どの建物は建てられないよいうといふうに、そうやってね、それぞれの場所にふさわしい建物を建てるようにしてるんですよ。いいですね。で、残念ながら、大四定層。これこの後勉強していきますけど、これは実は高級住宅街です。高級住宅街は、コンビニ建てられないんですよ。やっぱり、その場所にふさわしくないっていうことなんでしょうね。 ちなみに私の家の近所、コンビニだらけですけど、まあまあいいですけど、ね。そういうこと。こういうのを用途規制。ね。それぞれの場所ごとに、その場所にふさわしい建物を建てられるようにする。またふさわしくない建物は建てられないようにする。こういうのを用途規制って呼んでます。詳しくは建築基準法でやります。いいですね。で、この用途規制のこの表、これ最終的にはね、この丸ツ 全部覚えます。<laughs> ただ心配しなくていいですよ。これ覚え方としてね、ここに載っけてありますけど、語呂合わせとかこれ使えますから。また他の覚え方もね、その時皆さんにね、あの、お示ししますから。全然これね、表の表覚えること自体はそんな心配はしなくていいです。これ。これ、竹やった方はね、覚え方とかまたね、頭残ってますかね。これね。ただね、これ語呂合わせ使って一応ね、最終的にこのバ,ルバツを頭に入れていくんだけど、その前提として、これ。見てください。 やっぱりこの順番が大事なんですよ。ね。大四定層から始まって、やっぱり一番最後が工業専用地域。ね。これがバッチリ頭の中に13種類、この順番で入ってないと、丸抜が入らないってこと。だから、戻りますよ。さっき申し上げた、これ。この都市計画を6ページです。お戻りください。この順番でまずはここで、ね。この13種類の用途地域の名前を頭に入れといてほしいんですよ。 そうじゃないと建築基準法に行ったときに用途規制の知識が頭入らないよ。そういうこと。ですね。だからここ時間かけて OK です。特に初めて勉強なさる方はね。ここはね、ぜひこの順番で頭入れてってください。ですね。で、あと、これ、このそれぞれの用途地域の説明が右側に上がってます。これ全部条文通りです。条文の文言通りなんですけど、非常に抽象的です。抽象的。 で、これだけだとね、それぞれの場所がどんな場所なのか、ね、よくわからない。だから、即中にね、この具体的な例とかイメージを載っけてありますから、これこの後、それぞれの用途地域、こういう場所ですよっていうお話をしていきます。よりですね。こちら。で、その前にですね、その前に、まず、この用途地域なんですけど、ね、ちょっと上から行きますよ。ここ。これね、まず、これが上位概念です。 地域地区って言います。地域地区。で、この中が、用途地域と補助的地域地区に分解されます。分解されます。いいですね。二つに分解される。ね。で、用途地域プラス補助的地域地区。まあ、イコール、イコール。ね。この地域地区っていう、そういう構成です、これ。ちょっとこれ文章に載っけてるんで、ちょっとイメージ持ちにくいかもしれませんけど。ね。この中、地域地区の中が用途地、ベースが地域地区で。 あと残りが補助的地域地区と。そんなイメージです。で、これ覚え方なんですけど、これお尻の文字ですね。これ、用途地域の地域と補助的地域地区。ね。地域地区。地域地区。ね。これでちょっと、ね、この言葉、ね、この概念相互の関係ですね。これ頭に入れといてください。二つ足したのが地域地区だよ。そういうことですね。これ地域、補助的地域地区。これも大事です。これあとね、次のページで詳しくやりますから、これ。 まずは、まずベースになる用途地域。これをやります。で、ちょっと速習見てください,い。で、用途地域。ね、これ今13種類あるんだよって言ったんですけど、これは簡単に言うとね、使い道を定めた地域です。ね。これはそれぞれの場所。ことにね、これそ、その場所にふさわしい建物を建てられるようにしていくわけですね。その前提になるのが、この用途地域っていう、この13種類の分類なんですよ。ですね。で、これ、 次です、ここ。ちょっとこれ収集つけた方がいいな。ここ。ちょっとね、丸カッコでくくりました。この、これは、このロジックは、ね、さっきもお話しました。34ページで。しっかりと頭入れちゃってください。ものすごく大事です。いきますよ。用途地域、13種類ね、が定められると、用途規制、さっきやりました、がかかって、好き勝手に建物が建てられなくなります。 これ,これはもうぜひしっかり頭にいてください。ですね。用途地域、用途規制です。用途地域が定められると用途規制がかかって好き勝手に建物が建てられなくなりますよっていうこと。これさっきやりました。で、ちょっとここでもう一回改めてね、ちょっと上にいい感じでこれね、スペースがありますんで書いておきますよ。で、ちょっと皆さんもね、これ書き込んでくださいね。 えっと用途地域ですね。で右に矢印で用途規制がかかるよ。ここね用途規制って書き込んでおいてください。こちらですね。ちょっとピント大丈夫かな？これちょっと小さくしますね。用途地域を定めると用途規制がかかって。 好き勝手な建物を建てられなくなるよさっきやったねさっきやりましたね34ページで34ページってどこさっき皆さんにちょっと先取りしてねご覧いただきましたこれですよさっきの建築基準法ですねこれです丸とツですよこれは用途規制だったいいですねでさっきもやりましたけど一番左側の大指定層これは下から2段目コンビニが抜点建てられなかったねで戻りますよ これちょっと、こちら6ページにメモいたします。用途地域。今ご覧いただいたように。しょ。第一種。もう低層だけに整いますよ。ね。第四低層。ね。第四低層住居専用地域です。第一低層。これね。この後やります。丸一、これ。これ、高級住宅街です。ね。だから、 大層住居専用地域に指定されると用途地域が定められるとこれコンビニこれはダメやりましたね。大紙低層住居専用地域に指定されるとコンビニダメダメっていうのは建てられないってことこれがこのロジックの具体的な意味です。用途地域 これ定められるとね、用途規制かかって付き館だってもう建てられない。さっき言ったように大手低層、これは高級住宅街、コンビニはちょっとねさわしくないってことなんでしょうね。ダメだよ、建てられないよ。そういうことですね。これこのロジック非常に大事です。この後いろんなところで使えますから、ぜひしっかりと頭入れといてください。で気をつけてほしいのがね、ちょっとこれもあの書き込んでおきますけど、用途地域自体は。 これ見るとね、これ都市計画法で定めてるんですよ。都市計画法、そうでしょう。今皆さん勉強されてるのはこれ都市計画法でしょ。ね、都市計画法でこれ規定します。十三種類の用途地域。ね、ただ具体的なこの用途規制はさっき皆さんにご覧いただいたように三十四ページの建築基準法なんですよ。これ。 建築基準法ですね。だから法律が違うんですよ。またがってるっていうふうに言った方がいいかもしれない。ね。だからこれ皆さんの中で宅建やった方もねあれなんで建築基準法で用途地域都市計画法でどういう関係なのね。これ気になった方もいらっしゃるかと思う。またがってるってこと。 用途地域自体は都市計画法で規定してるでこの用途地域に指定された場合の具体的な規制は建築基準法で定めているそういうこと、ね、これもぜひしっかりとでこれこの後またねあの他の制度でも出てくるんだけど都市計画法って結構ねこういうあのまず前提ですねこの都市計画ですからねちづくりのプランこれをただ単にね まあ、抽象的に定めると、ね、いうのが多いんですよでその定めたことによる具体的な規制で具体的な内容は建築基準法に委ねていることが多い、ね、やっぱ建物系だから建築基準法で建てられるとか建てられないとかで具体的な内容は建築基準法に委ねていることが多いんですよですからこの関係ね関係まずは前提は都市計画法で定めて具体的な規制は建築基準法に委ねると。 ね、これこの後また他の生物でも出てきますから、このイメージしっかり頭に入れとくと、そんなにね、あの、引っかからずに、スッと頭に入ることができるかなと思います。じゃあ、このところですね。で、あとね、ちょっとこれ、これだけやっちゃいましょうかね。もうそろそろ時間なんで、最後にね、今回、ちょっとね、試験出るところまた次回ね、回しますけども、それぞれの用途地域、ちょっとね、具体的なね、この場所ですね、種類、これちょっと最後、この側中で確認して、今回1回目終わりたいと思います。さっきも言いましたけど、 これ、条文、都市計画法の条文を見るとね、大使低層住居専用地域ってね、これ、どういうふうに規定してるかというと、低層住宅にかかる良好な住居の環境を保護するため定める地域としか規定してない。これだけど何のこっちゃでしょ、本当に。ね。で、低層、これなんとなくイメージ持ってるでしょあ、低い建物しか建てられないね。ね、これ、この後見ていきますけど、これ、高級住宅屋なんで、ね、日当たりとか。 風通しとか、当然ね、やっぱこれが大事になってくる。だから低い建物です。だから低層住宅。ね。でもこれはイメージ持ってるかもしれないけど、でもこれ全体としめるとなんとなくイメージ持ちにくいですね。だからとにかくね、このそれぞれの用途地域についてはこの側中に上がってる、この具体的なイメージで頭を軽く入れとけばいいです。いいですね。で、ちょっと行きますよ。で、まず1個目。大師低層。ね。で、これ。 一戸建ての並ぶ、ね、戸建て住宅に並ぶ、閑静な、高級住宅街。だからコンビニもダメ。厳しいですね。一番厳しいですね。で、次。この第二子低層。ですね。頭に第一子がつく。これも低層ね、二番目ね。で、第二子低層になると、ちょっとね、規制が緩くなるんですよ。緩くなる。で、ここは、やっぱり、高級住宅街ではあるけども、コンビニ OK です。コンビニ OK。建てられるってこと。ですね。そんなイメージで。あ、ちょっと緩いね。第一子低層よりは、 ね、用途規制ちょっと緩いんだよね。ね、それが、この、死としてって言葉に表現されてます。死としてが入ると、これ、死としてで足りるから、規制が緩くなるでしょ。そういうこと。だからコンビニも OK だよ。そういうこと。次、この3番目ね。で、田園住居地域です。これがね、3年、3、四年、3年ほど前でしたかね。改正によってね、あの、四半世紀ぶりに、この用途地域ですね。ね、これ、付け加わったんですね。改正で追加されました。田園住居。 で、これね、これも、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域ってことで、これだけ読むと何のこっちゃって感じですけど、ね、気をつけてほしいのが、これ低層住宅ってことで、大主、大主と同じなんですよ。これ、やっぱ低層住居です。低い建物しか建てられない高級住宅街です。ただ、そばに畑があるんですよ。 そういう場所。いいですね。だから、ポイントは、低層住居です。大主、大主と同じなんですよ。ただ、そばに農地、畑がある。そんな場所をイメージしてみてください。いいですね。これが田園住居です。で、ここはまたね、あの、建築基準法でやりますけども、ね、これ農産物直売所とか農家レストラン等の農業用施設の立地を、これ限定的に、これ認めてくれるんですよ。大主、大主、低層だったら、こんなの建てられません。 こんな農家レストランとか農産物直売所なんてこんな建てられてるんですよ。第四定層、第二定層では。でも、田園住居では OK だよってことで。ね。これ。とりあえずこのイメージ。一応、定層だよ。高級住宅街だよ。ただ、そばに畑があるよ。ね。このイメージでちょっと軽く頭入れておいてください。またね、次回詳しくやりますから。で、今度、今度第一中高層、4番目ね。で、あと5番目が第二中高層。ね。この2つ。ともに中高層ってことで。 で、これはね、まあ、これイメージ結構持てるかなと思います。中高層マンションですね。これ。中高層ってたら中高層マンション。で、これ4番目の第一中高層の方は、これ小規模店舗。ちょっとちっちゃいお店。だったら OK だよ。そのところ。で、第一中高層になるとね、これもうちょっといろんな建物が建てられるようになります。ね、やや大きめな店舗だとか事務所。なんとも建てることができるようになるんですよ。やっぱ,やっぱ,やっぱり、これ見てください。第一種になると、市として足りるから。ね、さっきの上と同じ。 第二次第子中高層よりは規制が緩くなって建てられる建物の種類が増えるそういうことですねであと今度住居系最後ですけど住居系が最後ね第一住居第二子住居あと準住居3つありますでまず第一第子住居がこれですね戸建て住宅と中高層マンションねこれが混在する場所 ね、で今度第二子住居になるとさらにねカラオケボックスとかパチンコなどがね建てることができるようになるんですよ。これが第二子住居ね。で今度準住居これは道路の沿道これがキーワードなんだけども、ね、詳しくはまた次回やります。でちょっと右のページ見てください。こちら、えー、と7ページのコメントこれね準住居これはこれ道路っていうのがこれ幹線道路です。大きいいねね片側三車線とかそういう、ね おなんか大通りですねに面したパーキングだとか大型スーパーマーケットあるいは自動車ショールームだとかそういうところと住宅とが調和して存在する場所これが純住居です、ね、あかなりこういう賑やかなとこだな、ね、でも一応これ住宅と調和して、ね、これ住居地域ですからそういう場所ですこれ気をつけておいてください、ね、これで今ずっと見てきましたけどで今ずっと住居系見てきたんですけどこれがね 今言た住居系ね。種類がご覧の通り8種類。これは頭に入れてきます。ですね。まず今、住居系。8つをざーっと見てきました。これ、住居系っていうくくりです。ですね。で、次。今度、商業系いきます。商業系2つだけ。ですね。近隣商業と商業地域。で、これもちょっと見ておきますよ。で、右の、えー、と7ページです。近隣商業地域。マルね これは駅前商店街。これ頭に入れておいてください。また次回もやります。これ。ね。主婦の方が気軽にサンダル履きで買い物行けるような場所。これ、近隣商業。で、次の10番目の商業地域。これはもうね、繁華街ですよ。まあ、東京で言えば新宿の歌舞伎町だとか、あとオフィス街。ね。仕事するオフィス街。これも入ってきます。商業地域。これは。いいですね。これが2つ。近隣商業、商業。で、最後。今度、工業系。これが3つ目の分類ですね。 この分類また参入れてってくださいね。o い d ですからね。住業系8つ。で、商業系2つ。で、最後、工業系が3つあります。純工業、工業、工業専用地域。で、これもちょっと右のページでちょっとざっと確認しますよ。で、まず11番目。純工業地域。ね。これ、この、環境悪化の危険な製品を製造する工場を除くです。除く。ね。で、一応これ、やっぱ工業地域ってことだから、やっぱね、工場が一応立ってる。 だけど、環境悪化の危険な製品を製造する工場は除外される。建てられません。建てられない。だから、まあ、街の中の小さな、小さな木材工場。あるいは、街の中の小さな印刷工場をイメージしてみてください。一応工場は OK。ただ、環境悪化の危険な製品を製造する工場はダメだよ。建てられないよ。そういうこと。で、あと、今度、12番目の工業地域。これはね、もう自動車工場ですよ。大きな自動車工場。ね。これは。 これをイメージしてみてみください、ね、で最後13番目工業専用地域これはもうねもう石油コンビナート臨海コンビナートですよ煙突から煙黙々のおよそちょっと人がね住むにはねふさわしくないそんな場所でこれ3つ工業地域と,かとりあえずここね今ねざーっとこの側中のねこのそれぞれの用途地域のイメージを見てきましたけどねとにかくねこの後ですねこの後次回ですね今度2回目の講義の中で この試験にに出る具体的な内容についてレクチャーいてたします、ね、とりあえずこの用途地域13種類この順番順番であとこのそれぞれの用途地域のイメージですねこのテキストの側中にね今載ってて今ちょっと軽く皆さんにご覧いただきましたけどこれも、ね、やっぱり何回かご覧になってみてください。ですねこれそんな形でそれぞれの場所のイメージですねこういうのをさらに押さえた方が名前もまたこの後の「 建築基準法で勉強する用途規制の中身も頭に入りやすいと思いますからね。一応それぞれのイメージですね。用途地域のイメージ。これもね、ぜひ合わせて押さえておいてください。じゃあね、時間過ぎましたんで今回1回目終わります。結構いろいろ喋りましたけど、ぜひね本当に今回冒頭でね、まあ、勉強のやり方からねいろいろお話もしてますんで、ぜひしっかりとねそれを踏まえてこれから頑張っていってください。私もねしっかり皆さんにまたねあの講義でお話し,してきますから。じゃあ以上で終わります。お疲れ様でした。